赤い丸、ライブ配信中サッカー、南クズ SC、東方チタニウムアット赤羽スポ、関社2回戦、トロフィー、関社の魔物を倒して関東へクラッカー、ボットナー参謀長週明け動画 URL を寄せ URL。さあ、現地の音が皆様のお耳元にね届いてますでしょうかね、ツイキャスラジオの方が今先にスタートしました。東京23勝手に実況隊がなぜかお送りする今日はの頑張れ南葛 GoGoTV& レディオなんですけれども、キックオフは11時を予定しておりますのであと約30分ぐらいになるかと思います。映像の方はね大体10分ぐらい前からフレッシュで皆様にお届けする、予定になっていますが、ラジオの方だけ少し今日はね早めに音をそちらに皆さんに お伝えしながら、赤羽スポーツの森公園のこのスタンドのね雰囲気をお伝えできればと思います。さあ今救急車がね、後ろを通っていますが、今日皆様に、お伝えする試合は、関東社会人サッカー大会ですね。これの2回戦ですね。ゲームのカードとしては南葛 SC 対東方チタニウムの、試合をお伝えいたします。キックオフは11時を予定しております。番組フレッシュの動画が始まってからまた、細かいお話はいたしますが、そもそもこの関東社会人サッカー大会、通称感謝って呼ばれるんですけれども、この大会がなぜ盛り上がるのかというとですね、この大会に勝ち抜いた2チームが、この上の上位カテゴリーのですね関東リーグに進むことができるんですね。関東リーグを目指すチームにとっては、最後のこう修羅場というか登竜門というかね、そういうような、場になっています。関東リーグってなんだよとね、今日多分初めてねこういうアマチュアサッカーをご覧になったりお聞きになったりする方もたくさんいると思いますね。話題としてはね葛飾区の南葛 SC というチームにですね、福西崇史選手が現役として復帰することになりましてね、最近の若いサッカーファンの方にとっては福西選手というと NHK のキャスターでね、おなじみだと思うんですけれども、福西さん実はほんのちょっと時計を巻き戻すとですね、もうジュビロ磐田の至宝といいますかね、大変な選手で、日本代表にも呼ばれましてね、日の丸を背負って日本サッカーをこう前に進めた男たちの一人ですね。なかなかね福西選手激しいプレーが持ち味で、現役時代もね対戦する相手からはハンサムヤクザとか言われましてですね、こういうフィジカルでですね相手とのこうなんていうのかな、体のぶつけ合いも厭わないというですね、激しいこうプレーが見ものでしたね。そんな福西選手が現役を退いて10年近くですね、メディアの世界ですとかあとスポーツニュースの世界なんかで活躍をしていたんですけれども、今回急遽南葛 SC での、現役復帰が決まりまして、大変なもんですよね。そんなことで今日はおそらく普段は関東リーグとか地域リーグ、都リーグとかですね、こういうアマチュアサッカーをご覧にならない方も、今回はね何なんだって福西が出るんなら見てみようかっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺をなるべくね丁寧にお伝えしていこうかなと思っています。日本サッカーをこう山ピラミッドで例えるとですね、一番頂上にあるのがおそらくでもないけど J1 ですね、 J リーグ一部ですね、そしてその下にいるのが J2 リーグです。そしてさらにその下にですね、J3 リーグというリーグがあって、プロリーグはこの1部と2部の3部でね構成されています。そしてその J3 の、下というか、隣という考えもあるんですけど、まだその辺はちょっとよく分かんないんですけど、便宜的には下下位リーグになるんですけど、アマチュアのトップリーグであるところの、ジャパンフットボールリーグですね、JFL がありますね。 JFL はアマチュアのリーグの中で、
全国リーグを戦っている本格的なね、セミプロリーグです。そしてその JFL、アマチュアの最高峰 JFL に入るために、JFL を支える9つの柱がありますね。日本を9つの地域に分けて、戦うリーグがありますね。これを地域リーグと言いますね。この辺ですと関東リーグとか、あとちょっと北に行くと東北リーグですね、西に行くと関西リーグ、日本を9つの地域に分けた、リーグがあります。でその、関東のところに着目しますと関東リーグというのがありまして、そこの下にさらにですね、都県リーグというのがありますね。関東地域を構成する、東京都とか埼玉県、神奈川県というね、そういうチームがありまして、その都県リーグの、一つが、東京都リーグだったり埼玉県リーグだったり、します。今日の試合はその都県リーグのですね、各リーグの上位チーム、優勝チーム、上位チームがですね、この昨日から一堂に集まりましてね、でトーナメント形式で関東リーグに昇格する2チームを決めるというような戦いをしています。都県リーグのチームにしてはこの大会で優勝したり上位に出るということがほぼ一番最優先されるミッションですね。昨日は1回戦が行われまして、全部で16チームが出場しています。そしてその昨日の試合でですね、この16チームがすでに8チームにね、振り落とノックアウトダウンで振り落とされてました。あ、ゲスト来ましたね。今ラジオだけですけれどね。こんにちは。こんにちは。まだ準備してなかったです。いいですよ、どうぞどうぞ。今ちょっと下に1回降りて、はい、今日は取材も兼ねて来てるんで、ありがとうございます。チームの人に挨拶をして。こんにちは。いろんなところ、あ、こんにちは。どうもどうもどうも。隠密ですか？はい、隠密ですか？いや、全然なんかフロンターレ行く人、はい、メンバー決まってるんで、はいはいはい、入んなかったんで。あ、そうですか、はい、残念ですね。栃田に、あ、栃田います、栃田さんでも強いんじゃないですか、今年。ちょっとそうですね、本当して今こちらにかかってる声はですね、東京23市の鈴木純選手ですね。もうあれですか、あれラジオラジオ。フレッシュはまだ入ってない。鈴木さん、相模原のワンツードンで一回お会いしてですか、ご挨拶したんで、移転する前のワンツードンで、沼津に移籍した直後ぐらいに。今聞こえてる高校ではホットな参謀長ですね。沼津に移籍する前だった 3F の渡辺さんとかと一緒にいた時に、はい、遭遇してお店で何してました？普通に食べて。いや、オフでしたから遊び来ましたみたいな。ああ。で全然いいです。人気者だから。名前。あ、飯塚さんっていう、ごめんなさい、言ってた。フットボールリーグってですね、サッカーのこういろんな番組をやってる。その名前がオットナ参謀長という名前なんです。あ、それ聞いたことありますか。はい、はい、それです。最近だと週明けイレブンっていう地域リーグの専門の、なんていうのか、情報番組やってて、はい、毎週月曜日の夜2時間以上喋り尽くすという、はい、全社特集とか。ラジオですか。それはフレッシュの動画で、サッカー番組も、はい、面白いですね。面白いですよ。なんで23の特集もこの間筒井さんとそういう話をしてた。おー、筒井さん、はい、今度やると思います。あ、じゃあぜひ純選手に遊び行きますじゃあ。いや、僕の方が行きます。練習場なり、あ、いろんな皆さんの素の東京でサッカーをやってる人間たちの姿。いつも地域リーグ寄りなんで、やっぱもう地域リーグのサッカーにどれだけ価値があるかっていうのを僕ら伝えます。そうですね、いっぱい見に来てくればいいですけどね。本当ですよね。さあ、今日は赤羽スポーツの森公園ですね。スタンドにいろんな方が訪れてましてね、僕実は東京 23FC の、実況配信を専門にやってる、専門っていうか、中心にやってる東京23勝手に実況隊っていう人なんですけれども、今日はなぜかね、隣町友情配信ということでね、南葛 SC の試合を、皆様にお伝えすることになっています。少しお声が聞こえたかと思いますが、今日は錦糸町フットボールリーグで、あと週明けイレブンのね、もうディレクションといいますか、プロデューサーであります大人参謀長にお越しいただいてまして、今日参謀長の方はいろいろピッチ上のね、取材もあるかと思うんで、実況席出たり入ったりする形になるかもしれませんけれども、
まあ、いろいろ地域、ね、サッカーの話とか、あと昨日もあの、清瀬内山の取材をされてたということなんでね、あのいろいろ面白いネタがあるかもしれません。それから 先週まであの前者のね、全国社会人サッカー選手権大会のね、もうほとんどサバイバルというか生き残りをかけた取材をしてすごかった日に日に忘れてきましたね。あのデイ4 の, あの最後 の, あ の, なんだあの配信の最後 の, の残り15分の時のこう疲労困憊ぶりっていうのは、そうですよ、毎日そこが無茶なことやって寿命やりきったんですごいね、寿命縮めますよ本当に。まあそれだけですね、あのこう、まあ、アマチュアサッカーって皆さんこう一口に言いますけれども、あの、まあ、これだけサッカー見てる人たちがですね、あのこう夢中になってしまうような要素がね、アマチュアサッカーの中にもしっかり たくさんありましてね、そういうの一つ一つ、ね、そうそうそう、あの下のリーグだからって舐めちゃいけません、舐めちゃいけませんよ本当に。あのサッカーっていうのは本当切磋琢磨の中にいろんなストーリーが出てきますんでね、それをまあ一つ一つ丁寧に拾ってね、皆さんにどうでしょうどうでしょうってお伝えするのがね、実況隊とかあと週明けさんのね今お仕事なんですけど、ぜひそれを皆さんお楽しみいただければと思います。さあそして、今ラジオであのピッチの方は今あの両チームが、人工芝のピッチに出ましてね、ウォームアップを広げているところで繰り広げているところですね。バックスタンド側にあるあの電光掲示板が、今日は使われておりまして、そこにあのオレンジ色の電飾の文字でですね、南葛、対東方と書いてありますね。関東リーグおなじみの方はね、東知多っていうとああ東方チタニウムねってすぐ分かるんですけど、今日はあえてあの東方というふうにしています。急遽変えましたね。変えましたね。よく電光掲示板東知多なの。そうそうそう、あのキャプテン翼のあの漫画に出てくるね。そうなんですよね、あの東方、そう南葛の翼くんとヒューが小次郎くんでしたっけ。そうですね、そこにかけてね、東方っていうことで粋なあれですね。よくこんなね偶然にですだと思うんですけど、こういう組み合わせとか演出になる。もしもこの山脇をキャプテン翼世代が分かってて組んだら大したもんです。確かにこうなるかなみたいな。まああの組み合わせの方にでも組み合わせこれ抽選だからね、やっぱりそんなにうまくはできない。そういえばさっきあもう我々のすぐ横にあの翼キャプテン翼の作詞の高橋先生がねいらっしゃいますね。すぐ近くにいるよ。今日は昨日もねメインスタンドでご覧になってました。もう私のすぐ近くで声援されてました。本当に好きなんですね。もう毎試合じゃないですか、何月の試合は。うすごいことですよそれ自体が。本当ですよね。今じゃイタリアのセリエ A のねイタリア代表もみんなキャプテン翼大好きだ。そうですよね、世界のキャプテン翼ですよ、ね。それがあの赤スポに、赤スポに関東2部の昇格をかけた大会に。でもこれだけ一流の方々がね、今日福西崇史さんも来てましたけど、一流の方が来て本気になる舞台っていうのがやっぱりこのアマチュアサッカーのところにもありましてね、これぜひ皆さんぜひねあの共感していただけたらと思いますね。さあ時間は、15分前になりましたね。まだラジオ中ですか。もうラジオ今ほっぽってありますんで、はい、雑談で喋ってていいですか。あいいっすよ。あちょっと今南葛のサポーターさんがスタンドの前に来て喋ってますね。南葛 SC
んて返事をしたらいいんだろう。僕も覚えてるよ。ありがとうございます。はいはいはい、喋っていいですか。あ、どうぞどうぞ。今日ビターチャンネルで、うん、この実況席で喋ってる風を全部あのピッチを中継するんじゃなくて、ここを実況席中継ビターチャンネルで急遽ですね、生中継しようと思ってまた画期的な企画を考えて、もう勝手にやってくださいで、先にビターチャンネルで何やってんだって気づいた人がすぐこっちの23の中継のチャンネルを見てもらえれば相乗りですね、コラボチャンネルで、ね、ありがとうございます。あと1分ぐらいで、はい、うん、お願いします。じゃあそれだけお伝えして、今日はあのフレッシュのあのビターチャンネルの方でもね、あの実況席の実況があるというかね、実況席のねあの雰囲気もお伝えするということですので、皆さん他チャンネルですね、もういろんなこうツイッターとかフレッシュとかね、そういうのを駆使してですね、現場のこう臨場感を味わっていただければと思います。楽しまないとね。そうそうそう、サッカーですからね。さあ、ピッチの方は今選手たちがみんな引いてですね、これから真剣勝負に出てくる選手たちを待ち受けている状態ですね。トーチタの方は相当リラックスして今ベンチ前で円陣を組むところです。南葛 SC はロッカールームでおそらくまだミーティングをしているんでしょうかね。気持ちを固めているのでしょうか。始めます。はい、僕はいいですよ。パラグエさんも言ってます。パラグエさん、じゃあ普段パラグエさん映らないからね。雑な映像、すげえ。手作り感満載でいいですよ。よいしょ。せっかくなんでね。そうそう。あとはじゃあパラグエさんからね、OK が出たらスタートさせましょうね。差し上げも10分前ですね。すげえずらっとした。はい、はい、始まりました。大丈夫マイク。どうぞ。あ、もういいの？大丈夫です。あ、はい。それではツイキャスラジオの方はすでにスタートしています。そして、フレッシュの方もね、動画皆さん の お目元、皆様のところにね、届いているかと思います。それから今日は、フレッシュのビターチャンネルが実況席の、三宝町の風景とかですね、実況席のこういう感じの風景をね皆様にお伝えしてますんで、あの実況席だけを見たいって方はこのままチャンネルご覧いただいても結構ですし、かなり奇特な方です。試合を見ないで実況席の絵だけ試合の方をご覧になりたいということは方はですね、ぜひあの東京23 FC の、フレッシュチャンネルの方にお越しいただければと思います。プレイバック2番でボリューム調整できますので、はい、よろしくお願いします。さあそれでは、10分前になりましたね、番組の方スタートしたいと思いますが、皆さん準備 OK でしょうかね。パラゲルさん OK、 はい、三宝城も OK ですか。はい、はい、それでは、タイトルコールからいきましょう。放送席の周りの方、もし、お付き合いいただきましたら、GoGoTV のところだけ言ってください。僕は頑張れなんかって言ったら、GoGoTV と言っていただけるとすごくありがたいと思います。さあ、皆さん、あのネット、皆さん YouTuber になれますからね、ネット配信、ぜひ声でも参加してください。GoGoTV です。さあ、行きましょう。タイトルコールです。行きます。頑張れなんか GoGoTV! エンドレディオ、ありがとうございます。さあ2018年11月4日、天候は曇りですね、赤スポです。ふるさと東京と地元フットボールを愛する皆さんこんにちは。そして今日は特にふるさと葛飾と地元フットボールを愛する皆さんもこんにちは。東京23勝手に実況隊がなぜかお送りする頑張れ南葛 GoGoTV&Radio の時間がやってまいりました。
23サポーター自らカメラとマイクを握り、試合会場から直接ライブで南葛 FC の熱戦をサポーター視点でお届けします。本日はこちら東京都北区赤羽スポーツの森公園競技場味の、からお送りいたします。さあ、実況席の前の方、急に私が大声を出してね、皆さんびっくりしてるかもしれませんけれどもね、ぜひこの喋りもお楽しみいただければと思います。さあ、スタッフのご紹介をいたしましょう。本日のスタッフ、ビデオカメラのオペレート、撮影、ネット配信、そして今日あるかな、ダイジェスト編集はおなじみパラグエルさんです。よろしくお願いいたします。動画職員ですね。そして実況 MC とツイキャスラジオのオペレートは、ブラジル36が担当します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そして本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストはですね、もう疲労困憊で大丈夫かというぐらい活躍活動しております、実況席ゲストですね、錦糸町フットボール義勇軍、そして、最近では月曜日の夜8時から、行われる地域サッカー情報の、情報番組ですね、週明けイレブンでおなじみのオットナ参謀長です。よろしくお願いいたします。今日は忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。お呼びいただいて、はい、昨日も1回戦はね、清瀬内山の方で清瀬内山に、はい、私行ってました。行ってましたね、はい、今日は連戦で連戦ですね、はい、昨日の動画ももう編集しないと間に合わないんじゃないですか。いや、特集はもうちょい先にやろうと。あ、先にやるんです。準決勝決勝まで終わってからの。あ、なるほどね。そうですね。まあ、番組のね、いろんなご紹介はまた試合の合間にお伝えしていただければと思います。さあ、そして本日の実況スキマトークのテーマですね、まあ、テーマって言ってもどんどんいろんなところに広がっていくんですけれども、まあ、感謝の魔物を倒して関東へということで、都県リーグを戦うチームはですね、この関東リーグ地域リーグに上がるための大会が全国で行われてまして、関東ではこの関東社会人サッカー大会というのがその大きな大会なんですが、この大会は本当にね、強いチームが勝つだけではないというね、非常に難しい大会でです。ですから今日はね、魔物が出ると恐れられているこの感謝ですね、両チームの戦いをしっかり皆様にお伝えしたいと思います。さあ、本日の試合についてご紹介しましょう。本日の試合は、南葛 SC 対東方チタニウムですね、関東社会人サッカー大会の2回戦ですね。キックオフは11時ですので、あと5分ほどでしょうか。お天気情報、本日の天候は曇りですね、気温は16度から17度、ちょっと肌寒い感じでしょうかね。そして風は北風3メートルということで、選手はね、今日はむしろサッカーやりやすい気温なんじゃないかなと思います。ピッチは人工芝、コンディション上から見る限り、こう乱れているところ、ほつれているところありませんので、おそらくいい状況じゃないかなと思います。さあ、そして実況隊のカメラの位置ですね。実況隊のカメラは、メインスタンドの最上段、ハーフウェイラインからホーム側に約どのくらいだろう、5メートルぐらい、センターオフしたあたりですね。ボールの蹴り音、選手たちの、ぶつかり合う音、ピッチを行き交う声、スタンドの歓声や臨場感をぜひお楽しみください。さあ、両チームがピッチに上がってまいりました。そして本日も南葛 FC をはじめ対戦相手、大会を運営する皆様には、多大なご協力いただき動画を配信しております。今日の動画がね、視聴者の皆さんに新しいサッカーの価値を見つけるきっかけになれば嬉しい限りです。さあ、そして実況隊の配信についてご案内しましょう。頑張れ南葛 GOGOTV& レイディオは、東京 23FC サポーターによる東京23マジで TV& レイディオのスペシャル番組としてね、今日はお送りいたします。東京 23FC は現在関東リーグ一部で戦ってます。南葛 SC にはぜひね、関東リーグに昇格していただきたい。そして葛飾区と江戸川区のね、区民挙げての隣町ダービーを実現したいと願っています。南葛 SC 今日頑張ってくださいね。そして今日の、試合は動画と音声の2元同時中継でインターネット配信しています。試合動画は、フレッシュライブですね、これリアルタイム視聴、それから見逃し視聴でお送りします。それから実況音声はライブコミュニケーションサービス、ツイキャスのラジオモードで お送りしますね。ツイキャスでは皆さんの、ね、コメントをどんどんお寄せいただければ読み上げますのでね、一つ面白いコメントよろしくお願いいたします。それから2018年実況隊のテーマ、離れているのにいつもそこにいる感ということで、試合会場から遠く離れたところからでも
まるで実況席でね一緒に観戦しているような臨場感を目指しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。番組 URL は Twitter アカウント東京23勝手に実況隊アットマーク TOKYO23TV にツイートされています。皆さん実況隊にコネクトしてね、今日のこの舞台にですね、シンクロしてください、シンクロしてください、シンクロしてください。さあということで、大体大きな流れが出ました。今あとあれですね、週明けイレブンが、こんにちは、ビターチャンネル、ごめんなさい、ビターチャンネルがですね、今日のこの実況席の様子をね、生配信してましてね、私の顔映すことにどんな意味があるのかちょっとわからないんですけど、雰囲気です、はい、雰囲気ですね、皆さん楽しんでてください。あ、こんにちは、こんな感じです、はいはい、あ、この人もいますこんな感じです、ありがとうございます。実況席を映してきてましたね。さあ、間もなくね、前半がスタートするところですね。スタメンの発表はあれですか、した方がいいですか。どうでしょうかね、ま、いいですか、先にやっちゃいましょうかね。あ、でもちょっと、はい、試合スタートしてたのがいいですね、はい、さあ先にピッチに上がって、エンジンを解いたな、南葛 SC の白のユニフォームです。そして今エンジンを解いてピッチに散るのがこれ紫、鮮やかな紫ですね、東方チタニウムですね。関東リーグの、ね、サポーターの中では東チタでおなじみの、ね、東方チタニウムですね。さあ間もなく前半の、15分がスタートするところです。前半の45分がスタートしました。南葛 SC 対東方チタニウムの前半の45分です。さあ画面向かって左側ですね、白のユニフォームが南葛 SC、 そして画面向かって右側にエンドを構える紫のユニフォームが東方チタニウム。さあいきなり南葛 SC がね、東方チタニウム、東チタ、今日東方って書いてあるけどどうしても東チタって言ってしまいますね、私はね、東方チタニウムの、エンドにボールを入れてですね、最初から随分激しいね当たりをした両チームですね。さあ南葛が今中盤でボールをキープ、デイビッソンがボールを持ってそのまま前に行く。そしていいですね、16番、こちら16番、縦にいいパスが入りました。うまく半身から通りましたね、通した。通した10番、宇都宮選手がですね、後ろからのパスを半身で、あのペナルティエリアの中にボールをうまく運ぶような感じでね、動きましたね。一ついいチャンスを作っています。白のユニフォームは南葛 SC ですね。上からこう見る限り、フォーバック、ツーボランチ、ミッドフィルダーが3人横に並んでワントップという感じでしょうかね。4-2-3-1、東チタは逆にですね、4-4-2かな、4-4-2で、2人ボランチで両サイドハーフが非常に高いポジション取りをしてますね。一見4-2-4のこう、攻撃的なポジションに見えます。どうしようかな、スターティングイレブンご紹介しましょうかね、ちょっとパートご紹介いたします。まず南葛 SC ですね、出場選手のご紹介ですね。ゴールキーパー背番号21番、小針選手、背番号5番ディフェンダー砂岡選手、16番ディフェンダー藤田選手、14番ディフェンダー柴村選手、4番ディフェンダー近藤選手、3番ディフェンダーデビソン選手、28番ミッドフィルダー安田選手、33番ミッドフィルダー福西選手ですね、11番引田選手、20番カベッサ選手、そして9番富岡大吾選手ですね。そう、今いいボールとかさ、なんか前向いたカベッサ縦に入れる、それ大きくクリア。
まあ、中盤のね、はい、あのアンカーにいる福西さんにパスが入って、はい、コーチさんの選手が2人囲んだけどそれを見事に、うん、なるせい本当に福西さんでしたみたいな東京23区国立行財産赤い丸ライブ配信中サッカー、ね、南区ゼース C 東方チタニウムアットアカバネスコ関車2回戦プロギー関車の魔物を倒して関東へさすがに10年ぶりでもピッチに立ってやっぱりその迫力ありますね。ね、今の最初のプレーなんかまさに、うん、はい、全然余裕でしたね。そうですね。さあ、そして、ごめんなさいね、交代選手ね、南葛市先にご紹介していきましょう。背番号1番ゴールキーパー大河原選手、ディフェンダー17番ディフェンダー益子選手、6番ミッドフィールダー、谷本選手、8番ミッドフィールダー清水選手、13番ミッドフィールダーレオジーニョ選手、23番ミッドフィールダー東大輝選手ですね。東京23FCから来ています。そして22番フォワード目黒選手です。さあ、そして対する東方チタニウムですね、スターティングイレブン、背番号34ゴールキーパー内藤選手、11番ディフェンダー深澤選手、3番ディフェンダー時和選手、20番ディフェンダー佐々木選手、4番ディフェンダー佐藤選手、29番ミッドフィールダー鈴木選手、13番ミッドフィールダー工藤選手、16番、ミッドフィールダー久保選手、10番、ミッドフィールダー宇都宮選手、2番、ミッドフィールダー川崎選手、18番フォワード小原選手ですね。交代の選手は30番ゴールキーパー小石川選手、15番ディフェンダー篠山選手、14番ディフェンダー中村選手、23番ミッドフィールダー平石選手、6番ミッドフィールダー羽生選手、8番ミッドフィールダー志村選手、27番フォワード西尾選手ですね。レフリーは出身は水野さん、そして副審川原さん、副審にはこれちょっと読みにくいので関口さんっていうのかな、ちょっと漢字があの印刷物乱れてますね。第4の審判は、魔王さんだと思います。さあ、以上駆け足でね、最初のスターティングレベルをお伝えしたところですね。はい、この関東社会人という大会がどういう大会かっていうのは、はい、もう見てる人はご理解してる感じですかね。あ、これはでもあの今日、あ、ちょっと待ってくださいね。どうしたですね。あの今日あの福西選手がね、あの出られるということで、おそらく初めてアマチュアサッカーを見る方もいるかと思うんですよね。はい、で、まあ、簡単にご説明しますと、どのあたりから説明するといいですね、週明け的にはね。そうですね、まあ、まずは関東リーグという、はい、あの地域リーグ JFL の下にある関東1部と2部というのがありまして、はいはい、まあ、分かりやすく言うと5部リーグ、6リーグ、5部6部じゃないですか、関東リーグが1部、はいはい、関東1部が5部です。その2部が関東2部が6部です、うん、その下に東京都リーグがあったり神奈川県リーグがあったりするので、はい、いわゆる7部ですね。7部ですね。つまりこの南葛も東方チタニウムも7部リーグのチーム で、うん、でリーグの優勝なり2位になったのでこの関東社会人大会に出場していると、うん、で決めました。今南葛のペナルティエリアの前で東チタがで1都6県のこの関東圏の1都6県のリーグ上位チームがざっくり言いますけど16チーム集まって、でトーナメントが昨日から1回戦から始まって今日が2回戦だってことですね。そうですね。で決勝まで進んだ2チームが来季関東2部に昇格するという16分の2を決める大会です。席数少ないですね。で昨日でもう8チーム敗退してますから半分いなくなっちゃうんだから、はい、今日はだから、まあ、ベスト8みたいなもんで、はい、そうですね、まだ何も決まってないです今日ここで勝ったからといって関東2部に昇格が決まるわけでもない、まだ、はい、2回戦です。毎試合ごとにね、毎節半分がなくなっちゃうっていうか、ね、トーナメントの恐ろしいところですよね。で東北スタジアムも、神奈川県リーグのおそらく2位でしたか。そうですよね。で南葛は都リーグを優勝したんですね。そうです。だから、まあ、東京都と神奈川県の本当、うん、強豪チーム同士が今直接対決してどちらかだけが生き残るというトーナメントです、うん、まあ両チームともね、あの随分こう成り立ちというかね、チームのこうコースも、そうですね、もう歴史違いますね。違いますね。歴史的に言えば東北スタミナリームの方が長く関東リームに所属してましたしね。そうですね。
去年までそうですよね。今年は神奈川県リーグでやってますけどね、1年で、まあ、戻るというそうですね、ミッションだと。この関東社会人でそうです、もう一回復帰、関東リーグに復帰したいという感じですからね。南葛はもう初挑戦ですよね。そうですね。さあ南葛がコーナーキック、向こうサイドのコーナーフラッグ、ファーにフォワードの壁下ですか、おう待ってますけど、と下のゴールキーパーがしっかりボールキャッチ、レイビッソンかな、9番、あ、富岡大吾選手ですね。はい、僕富岡大吾選手って言うと横が武蔵野時代のね、武蔵野とか、うん、その前は長野パルセロですね。あ、パルセロか、そうか、はい、そうか、南葛に来る前まではエリス、エリス東京ですね、名門で今年トリーグにね、さお、あの、落ちちゃいましたからね。そうですね、うん、今度はこの感謝でまた関東を目指す立場になったらエリス FC と、ね、まず南葛の注目といえば、うん、そのフォワードの9番の富岡大吾選手ですね、はいはい、技術、お腹にいてきた、取った、おお、おっと、打った、シュート決まった、先制は取った、見事でしたね、2番。川崎雅弘選手、フロンターレユースですね、すごい選手。20歳の選手ですよ、はい、今のはね、ボックスの中でのワントラップからのターンからの落ち着いたシュートは素晴らしい、素晴らしいですね。さあ先制したのは、東方チタニウムでしたね。これはいきなりこう感謝の難しいところが出てきたという感じでしょうか。ちょっと言いかけたのは、どうぞどうぞ。スタニウムさんは、うん、捕獲したとはいえ実力はもう関東2部1部にいる十分の実力があるし、名門です。南葛は初めてこのトリーグからね優勝して参加している、うん、もう百戦錬磨という意味では東北スタニウムですし、うん、まあ、実力もまあ、拮抗というか、東方チタニウムの方がもしかしたら強いのかなというのも、うん、まあ、昨日の1回戦を見た感想だったんですけど、うん、そうですね、まあ、それでまあ先制しましたけど、南葛の方はさっき言いかけたのは、9番の富岡選手はもう実績もそうだし、うん、ストライカーとしての、ね、能力の高さ抜群だと思いますけど、さあ、カベッサ、ワンツーで富岡と今、ワンツーでペナルティーエリアからもらい直したかった感じでしょうかね。両チームの1回戦の、まあ、試合の状況なんですが、南葛さんは、南葛 FC は与野秀根会と戦いました。与野秀根会、埼玉県の5チームですね、2対0で南葛が上に上がってきています、はい、そして東方チタニウムは、氷川クラブという山梨県の、ね、チームと対戦しまして0対7で、ね、東チタが、勝って上がってきてますね。圧勝でしたよ。圧勝でした。もう7点ですから、すごいですね、こういう厳しい大会でね。今ちょっと4番の選手が今倒れていますね、東方チタニウム。中津の右のウイングというかハーフの選手との接触で今ちょっと負傷してます、ね、うん、ちょっとボールがなかったところで多分接触。ああ、そうですか。ちょっとベンチが今ざわつきました。かなり怒ってますね皆さんベンチの人で、もレビューしたいと思います。そうですね、南葛の方はその3トップ気味なんですけど、うん、ブラジル人の選手のホドリゴ・カベッサが背番号20が左に張っていて、うん、まあ、センターにマットップというか3トップの真ん中が富岡選手で、まあ、この2人本当パワーがある2人なので、うん、ボールの奪い方がすごくうまい投手ですね。本田大輔がいます。そして11番引田、デビューさんが深追いをする、崩し方がこうエレガントな投球ですね。ちゃんとこう、うん、パス出して動く、パス出して動くっていう繰り返しで、南葛のこう
プレッシングをかわしてね、南葛はあそこの中盤のところで取りたいんですけどね、取ってその前の2人、あの大きな2人に合わせたいし、右の中澤右のウィングの引田選手、はい、11番、はいはい、この結構いい動きをしてたんですけど、そうですか、はい、これ引田選手ですね、彼はまあ小柄ですけど、技術もあるなと思って見てて、さあ、デビッソンがボールを持っていく、左に開くか、縦にいたカベッサ、中を見る、おー、うん、ペナルティエリアの中にちょっと入ろうとしましたが、トーチタが、ね、それを読んでましたね。今度トーチタ向こうサイドから立ち合い、東方の、4-4-2 の中盤とディフェンスの 4枚は落ち着いてますね。今のね、カベッサの突破は読み切ってましたから、ね、そうですね、全く慌ててないですね、ディフェンス回った時も慌ててないですし、クニス選手が中盤で今ゲームメイクをしてますね、落ち着いている、中盤でハブの役割をしているんでしょうかね、クニス選手、どちらかというとゴール前まで出ていくのは3番のデイビッド選手の方が突進力があって、クニスさんはどっちかというと後ろで、そうですね、ゲームをこう、まあ、スペースを埋めたり、うん、パスを散らすとか、いわゆるアンカーのね、はい、おー、素晴らしい、閉じた、また10番、おー、ポーンと置くような感じでしたね、運動量という意味では当然3番のデイビッドソン選手の方がもう動きまくってるんで、クニスさんはそんなにディフェンスラインの方が下がってボールを追いかけるとかではない感じで、スペースに入る時の雰囲気がちょっと神戸のイニエスタみたいな感じでしれーっと入ってってねそうですね、まあ、あと現在42歳じゃないですか、10年ぶりじゃないですか、この公式戦というかね、うん、でまあ、トレーニングも当然数ヶ月前からスタートしてますけど、そんなにピークのとこまでは来てないと思うので、うん、それがね、J1 の時代のね、福西さんだったらもう縦横無尽にピッチを走り回ってましたから、ね、32歳ですから、10年前は、それの、まあ、久しぶりのそのこういう公式戦で、しかも大事な大会じゃないですか、これから、なかなか1回戦昨日見てた時も、うん、まだ福西さん選手が入ったからこういうチームにうまく変わってるなっていうのは昨日の段階では見えなかったので、まあ、今日ちょっとこれ福西の縦パスからシュート、昨日とは何が変わるかなと思ってちょっと私は見ているんですけど、ね、なるほど、なんか最後のシュートは安田選手ですね、そうですね、安田光大選手もね、神田さん、頑張れ南九十二つの赤い簡単譜、頑張れ東知多二つの赤い簡単譜、頑張れ実況隊二つの赤い簡単譜、さあ縦にいいボールだ、引きた引きた引きた、手のに入ってきた、お、引田選手がトラップして空中に体が浮いてる時に、投手さんのゴールキーパーが救うような感じで下に入りましてね、ペナルティーエリアの中で倒れまして、俺は PK かみたいな感じの動きになりましたねこのくらいじゃ吹かないな PK ではないと思いますし逆に引田選手にイエロー出なくてよかったなっていう、そうですね、はい、あれであまりアピールすると多分良くないです、そうですね、さあ勝手に実況隊がお送りしております頑張れ南葛 GOGOTV& レディオ2018年11月4日赤羽スポーツの森公園競技場からお送りしております関東社会人サッカー大会2回戦ですね、南葛 FC 対東方チタニウムは現在前半の17分になるところ、0対1で東方チタニウムがリードしています、今日は実況 MC ブラジル36、そして実況席のゲスト大田が三本中にお越しいただいております、体がね、デビッドソンとかカベッサ、ちょっと反則級ですよね、この7部リーグにいるこの選手の体格ではないなという、軽自動車のレースにダンプが出てきてる感じですよね、すごいですよ、今の競り合いとかも、ね、さあ、そして左、お16番、うん、いいプレーだ、今、近藤大輔選手ですね、南葛の選手が、非常に統治下のね、パスコースをうまく消しながら相手を押し出した感じですね、どうした16番久保選手でしたね、鈴鹿リミテッドから来ている選手ね、鈴鹿の選手だったんですね、でもこれどうしたもすごいよね、いやなかなかですよ、福島、そうそう、ユナイテッド仙台ユース、フロンターレユース、うん、もうね、
そうですね、あの東チタは東方チタニウムというあのチタンのね素晴らしい会社さん、いいパスだ、一流企業さんなんですけど、おっと危ない、あの皆さんこれ社員なんですかね。何なんですかね。ちょっと私もまだ詳しくない、ね。ちょっと試合後にあの取材しようと思って、この試合が終わったら、ね、あの東方チタニウムの、ね、監督なりチームの人にお話聞こうかなと思ってるんですけど、私も実は関東リーグに所属してた時代、多分 4,5 年前のシーズン見た以来なんで、久しぶりなんですよ実は。当然ですけど選手全部入れ替わってると思うし、今日もスタメンのリスト見て、あ、この選手ここにいるのみたいな感じだった、あと、まあ、今日まだ15分ぐらい見てね、この試合前半、いいチームですよ、連動があってね、非常に整ってるっていうか、サッカーリテラシーの高い選手たちが揃って、やっぱりあの一人一人の選手に年齢ありますけど、チームとしてもこう年齢というか成熟度ってあるんですね。ありますよね、僕もここまで東チタすごく好印象で見てますね。あ、今のうまい、これ東チタこの取り方がうまいね。20番3番センターバックの位置ですね。相手1回つってからゴールキーパーまで戻しています。それを南葛が取った。おー、上がっていく。もうおそらく幅、まあ、関東一部リーグのあのレベルというのは、まあ、都リーグと並ぶぐらい高いと思うので、あの1都6県の、ね、監督の中で。でも、まあ、南葛にとっては多分都リーグ1部では、まあ、どうですかね、同じぐらいの実力、都リーグの1部の他のクラブでもね、この東チタと同じぐらいのチーム力のチームがあると思いますから、ここずるとは思いますね、見ててね。まあ、前半の今20分を過ぎるところですけれども、南葛がこう圧倒しているという感じはあの現在はなくてね、本当に五分ですね。福西、東知多、南葛が前に切り返しました。ヘディングで返しますね。その中盤でボールを拾う、速い。おお、さあここから奪ってからですね、福西。おおと、トラップミスですね。さあ、そして裏を取った。これはオフサイドワンのトラップだ。まあ、あの東知多がどっちかというとこう実業団といわれる会社のね、企業のサッカー部を中心にした成り立ちのチームに対して、東知多ね。で、南葛はどっちかというとこう町クラブみたいなあの、スタートがありまして、そもそもあの葛飾区の時和中学校というところの OB の人たちが作った時和クラブというところから始まってまして、でその後葛飾ビトワードに変わって、ね、今ねあの南葛 SC になって、当時まだトリグ3部とかですね。そうですね、南葛に南葛っていう名前になったのは4シーズンぐらい前ですよね。そう、5か4、5年前ですね。あの京成電鉄、あ、そうです、ね、京成立石駅のね、はい、駅のすぐそばにあの事務所が ありましたね、構えてね。私も 2,3 度実は事務所行ったことあったんで、中、はい、ご挨拶行ったことあったんですけど、サクラスモール扉がキャプテン翼ですから。あ、そうなんですか。すごい 目立ちますし、キャプテン翼 の漫画家の高橋先生がね、後ろでこう講演会会長になって、そうですね、でキャラクターをメインにこう知名度を上げながら少しずつこうチーム力を増やしていく、南葛ですからね。チーム名南葛ですからね。ある世代にとってはもう、そうでしょうね。で、今日は相手が東方ですからね。これある世代の人にしか分かんないと思うんですけど。でも最近あのキャプテン翼も、はい、テレビのアニメがまた新しくスタートしてるから、ね、若い子ももしかしたらね、子供も見てるから、だんだんネーミングに惹かれる若い世代も増えるかもしれないですけど、まあ、それでその、この試合 その対戦カードのなんていうか実力という意味では、やや東知多の方が、あの上なのかなと、まあ、昨日の1回戦を見て思ったのと、まあ、この2回戦の今前半も見てても、非常にチームとしてまとまってるというか、この11人でね、どんなサッカーをするのかということは整ってるなと。で、南葛の方は当然、フィニッシュさんや J リーガー
経験してる J リーグの経験多い選手がいるんですけど、そのまだ連携とかコンビネーションという意味ではさすがに、やや劣るかなと、まだ組み上げきってない感じですね。さあ中央突破、あこの南葛が取った、さあターン、カベッサ左に出してましたね。デビューソンが見えたんですが横パス、それを、トキサが取った。じゃあ1対1ですよ、ここの勝負。久保選手、一旦下げる。14番、29番、中盤13番ですね。縦にパスが出る、うん。この取った後の南葛を見たいんですけど、うん、さあ、安田さん、安田選手。さあ、左に1回開きました、福西。福西さんが どこまでゴール前まで絡むかなんですけど、ね。おー、いい、ワンツーもらい直しかな。あ、ちょっと。しない。シュート、引きた。引きた、シュート枠の左に。まあ、どうか、いい、プレーですね。今の一瞬も福西さんが前に行ったんですけど、ポジションかぶった瞬間になりましたね。ちょっと重なってたし、うん、一周してたんで、そうですね、あえて右のファーの方にどんどんドリブルしながら最後シュート、今の一連のね、取ってからのこう、はい、右サイドで取ってから、真ん中の福西さんに渡ってから前に上がってくるっていうのはね、まあ、一つの形だと思うんですけど、昨日あんまりこの形はなかったんですよ。あ、そうですか。ちょっとやっぱりあの前のフォワードの突進突破に頼ってるなみたいな、中盤がなんかこうちょっとスカスカな感じのゲームだったんで、実は昨日の南葛の1回戦は前半 0-0 なんですけど、非常に苦戦してたんですよ。あ、全くゴール入る匂いないなみたいな感じだった。与野周今回も相当走るチームですからね。確かね、非常にね、あの昨日の相手の与野もね、しっかり守れてたし、あのいいチームだったんですよね。与野のサッカーも本当にいいサッカーしてるなと思って。さあ前半25分、トーチタのフリーキック、パーンと左サイドに開いた、中に戻すボール、今50でボール奪い合い、18番トーチタが中を見る、サイドの攻防、フリーのボール、16番中入れますよ、右足クロスボール、いいクロスボール、うーん、あわやオンボール、とっかないあとちなみに、どうぞどうぞ、あの南葛のゴールキーパーの小針さんね、こんな事故って言うと小針さんもね、1年ぶりじゃないですか。そうですね、去年の1年前の東京カップを最後にプレーを、引退とは言わないのかなっていうか、あと1年ぶりに、1年目とか、いや10ヶ月、9ヶ月ぶりにこの関東社会人でピッチに戻ってきたな。そうですね、あのドレッドヘアを後ろでね、こう湯がいてね。でもなかなか南葛もあれですよね、豪傑というか、あの福西さんもね、小針さんもあのリーグ戦で実戦経験ない状況でいきなりこの大きな大会で出してくるところ、これがすごいですよね。すごい、だから賭けに近い勝負だなと思って、やっぱりリーグ戦を長く戦ってる選手の方が連携しっかりできてると思うんですけど、まあ南葛の場合は手こ入れしてきたと思います、ね、そうですね。さあ福西前に来た、フリーですよ、おお、いいプレー、壁下から引きた、来た、シュート、右の枠の右、あの11番の引田選手、僕すごい好きで、はい、うん、いいですね、今のところこう相手の陣地に入ってアタッキングサードに入るあたりからこう斜めに動いていってね、あのスペースにこう入り込んでいってシュートを打つというね。そうですね、もうフォワードが止まって待ってって汗だけ出てくるっていうサッカーは通用しないので、あえて、まあ、守ってる紫の、ね、選手の間間ギャップギャップにどんどん入り込んで、まあ、いいパスは出てくると思うので、あのつまり福西さんやこの、デビッドの、ね、あと安田選手とか、そうですね、さあカベッサがボール、あ、まだボールが出ていない、カベッサ、カベッサちょうどフラッグのあたり、中を見るか、もうトーチタの選手がペナルティーエリアの中きれいにこうならあのゾーン打ってスペース消してますからね。あとはやっぱり、フォワードの富岡選手とあのカベッサ選手がまだ、あまり生きてないので、うん、そう、本当はやっぱりあの富岡選手とカベッサ選手にもっと縦パス、集まってね、そこから攻撃のスイッチ入るっていう、あった方がいいんですけど、それがないので逆に引田選手が今どんどん動いて、なるほど、ゲームをこう動かそうっていう感じなんで、なるほど、
決定力があるのはやっぱり壁下選手、昨日もゴール決めましたけど、うん、一発はあり持ってますよ。ヘディングも強いですし、コーナーキック、いいのボール、もう一回南葛がボールを拾った。ファーサイド、おお、ヘディング、最後デビッソンのヘディングでしたね。あ、多分黄色のスパイクですね。今スライディングして誰かと接触したの。あ、そうですか。10番の選手が、あ、4番ですね、近藤大輔選手ですね。どうなんでしょう、福西選手も結構縦パスをこう意識してきている10分ぐらいだと思うんですよね。そうですね、昨日より、うん、ゴール前に出てくる回数が多いですよ、昨日はもっと中盤の後ろの方にずっといて、周りを見ながらスペースとして、さっきまでの右サイドにいた引田選手が左サイドに行ってますね。はい、そうですね、岡部さんと引田選手はこう入れ替わりますね。あ、そうですね、そうですね。さあ、そしていい中に入ってくる、おお、シュート、右サイドからハンドの場合、あのボールを取るのは大変だな。さあ、今度はカベッサ、一回先で福西をスルーして縦につける、富岡大吾ヘディングでボールを落とす、カベッサ、今のところが合わないですね、そんなプレッシャーがないから、もう一回今カベッサがね、富岡さんにもう一回いいパス、ヘディングでも出せればよかったですけど、あそこがないので、どっちかというとやっぱりこのまだ2トップのこのなんですかね、パス交換とかお互いのこの意思が合ってないので、そこがミスになってるんで、こう下のボールになってくっていう感じが前半が多いかなと思います。そうですね、前半間もなく、逆にこれハマり出すと多分ものすごい得点力あるんで、2人とも。そうですね、どう言ったらいいんですか、助かってると言ったらいいんですかね、こうしたからすれば。さあ、そして壁下、ペナルティーの中でボールを受ける、あ、トーチタニエのファールでしたね、壁下ですね。そうですね、スパイクが頭に当たりそう。壁下はでも今のこう長い、クロスボールに対して親指を出してましたんでね、ああいうのが欲しいっていうことなんでしょうね。腰、はい、どうですか。いや、カベッサ選手の腰の太さがすごいですね。ケツの高さがすごいんですよ。そうですね、ブラジル人のストライカーってこういうケツしてるみたいな今度週明けでケツ特集とかやるんじゃないですか。本当に歴々代ね、日本にたくさんブラジル人来てますけど、お尻の高さってまあなかなか、そうですよね、絶対いいシュート打つなみたいな筋力。あら、26番今日23勝手に実況第3赤い丸ライブ配信中サッカー南区ゼース C 東方チタニウムアット赤羽です、ね、関車2回戦トロフィー関車のバブルを倒して関東へクラッカー、トナー3号調週明け動画 URL を見せ URL、つまり福西さんが現役だった J リーグのね、ジュビロとか、あとはベルディですか。そうですね、最後ね、見てる人たちにとってはオールドファンでしょ、 J リーグファンの中でも。もうね、やっぱ国さんが試合中のこう、プロフェッショナルファールというかですね、相手を止めるいろんな体のいろんなところを使って止めるっていう、オールドファンからするともうおなじみの光景なので、あれが相手としたらすごく嫌だっていう、俺がこの関東堺市の大会でもね、出るのかなみたいな、ちょっとオールドファンはちょっとそういうの期待しちゃいます。見たくもあり、どうですか、見たくもなくあり、どうなんですかっていう、分かります、ハンサム役とかも、ね、怖いものですがあそこで肘とか入るかなみたいな、あるじゃないですか、それ結構エグいですもんね。あ、これ面白いね、引きた、ターン引きた、サイド、おー、いいプレー、富岡大吾が今右に開いてますね、9番富岡大吾、なんか一旦落とします。さあ、そして、中央デビッソン、だいぶ引きましたね、ワンツーカベッサ縦に入れる、さあ、この密集したペナルティーエリアの中にさらにボールを入れてくる、1点リードしてますから、もうカウンターでは十分だぐらいの感じで、もう前半の終盤に入ってますからね、そうですね、前半33分ですね、失点しないことを、失点しないことが自分たちのペースを握れるという、だから今も、カベッサの前、カベッサに必ず2人ついてますからね、南葛にある程度持たせてもいいぐらいの感じですよね、ペナの前の密集ぐらいからすると、多分ああいう狭いところを打開させ
ない自信があるんでしょう、うん、中盤 のデイビッドソンとかドフリーですからね今ね、あのもう中盤で誰も、うん、前向いてどんどんパス出せる状況になってますけど、うん、富岡大事なのはゴール前のところをちゃんと福西今日はしますから、ボーンと上げたボール、うん、ちょっとこういろいろなアイデアが出始めてますね、福西さんもね、まあ、そうです、あの、うん、南葛からすると工夫しないと、うん、普通なことやっても多分崩せないんで、あえて今、うん、ロブというか浮かしたパスでね、うん、あのディフェンスの裏に抜けてほしいっていうのね、トチタは非常にここまで冷静ですかね、はい、気持ち的に全然慌てた、うん、慌てるシーンなんとかゼロじゃないですか、そうですね、うん、最終ラインでボールを動かすトチタ、向こうサイドにボールを動かすと大きなスペースが空いて完全にボールを触っていますね、タッチラインギリギリ中に入れるかなと思うと、もう一回向こうサイド、無理して中に入らない、決してカウンターインテントのチームじゃ当然なくって、自分たちがあのしっかりあのボールを動かしながら人が動いていくってことをやれるチームなので、うん、つまりこれこそがリーグ戦をずっとやってきて、でき、そうですね、完成されているもう状態だと思うので、うん、こうチーム あの試合の中でのこう意思疎通がすごいこうスムーズにできてる感じですよね、昨日今日のチームじゃないって感じしますよね、うん、まあ、この11月まで来ると、うん、ほぼ練習通りのことがしっかりできてる、そうね、まあ、合うんですよねっていう、ああいうパス効果を見てるとそれは、うん、感じますね、南葛、うん、南葛の方がやっぱあの入ったばっかの選手がこの段階でいるので、うん、ちょっとこう激尺感がまだあるなっていうの、あ、これちょっと面白い、左サイド間に合うかな、あのシーズンの後半にこうチームが成熟してもうこう気持ちよくこうサッカーできるじゃないですか、はい、で、あ、完成したなと思うとまたシーズンが終わっちゃって、うん、でまた来シーズンは選手が変わったりとかして 毎年切ないんですよね、僕見てて、この完成度がずっと続いたらいいなっていつも思うんですけど、はい、ね、まあ、選手の年齢とかね、うん、怪我とかコンディションを抱えたままとかね、うん、ある程度チームってフレッシュさがないと、そうなんですよね、停滞してくるので、お、縦に行った、あ、逆サイド、アウトサイドで面白い、お、戻した、うん、今更何言ってんだになりますか、ね、技術高いですね、うまいですね今のアウトサイドもねさあデイビッソンが、デイビッソン本当に体が大きくて重量級ですけど運動量も豊富ですね、つまり福井さんがああいうその止める蹴るっていう部分で、うん、まあ、一番上手いのはまあ当たり前なんですけど、うん、ああいうパスを感じれるかどうかですよね、受け手の方 その呼吸だと思うので、うん、かというとそこを走り出してくればピンポイントでそこにパス出すぞっていうのは福井さんができる人じゃないですか、うんうんうん、さあ、まもなく前半37分になります。南葛がチャンスの場面です。右から、ちょうど東地下の陣地、真ん中あたりですね。蹴るのは安田光大選手ですね。28番。ペナルティエリアの中。でも、カボッサー。右足。手前、東地下。ファーサイド、流れている富岡大吾が今ボールを持っていますね。一旦最終ライン、ハーフウェイのあたりまで戻しています。そしてアリクロス、背面。かなり強引。うん、キーパーとのことですね、そうですね、ちょっと南葛に焦りの色が見えるな、あの要はパスのミスとその判断、うん、受け手の動き出しとかで合ってないので、うん、あのリズムが作れないなというのが南葛のこの前半で、うん、トチタは全然慌てず、うん、しっかり人をケアしながらスペースを見てちゃんとカバーに入ってボール拾っていくし、前半そんな感じですよね、そうですね、さあ、コメントいただいてましたね、神田さん、頑張れ南葛、頑張れ東地下、頑張れ実況隊、頑張れ参謀長、ありがとうございますありがとうございます、いつも週明けイレブン見てくれてる、そうですね、
投稿メールとか送ってくれる白竹さんです、ね、あ、白竹さんなんですか。あ、なるほど。あの川柳いつも僕も考えるんですけど、なかなか難しいですね、週明け川柳。週明けイレブンは今月曜日の夜8時、最近8時定時に始まってますね。ちゃんと始めようってことで、ね、はい、やってる、あの始めないとディレクターが怒るんで。ディレクター怖いですね。怒ってないと今僕らの目の前にいますけど、ね、そうですね、今日は一般の観客として、ね、来てるっていうことでしたけど、あのフレッシュで放送しているの、ね、怖いんですよ、地域サッカー番組でね。今週で35回目次33回目、明日、やります。すごいですね。明日あの関東にもエスペランサの特集やります。エスペランサやるんだ、絶対で消えるのエスペランサやります。つまりこの大会で勝ち上がったチームは来季エスペランサとやるわけですから、うん、そうですよ、本当に楽しみですよ。落ちた対エスペランサだろうが、うん、なんか勝ちたいエスペランサだろうが、どっちにしろ熱いよね。カントリーグでも本当に個性的なチーム多いですよね。11月今から私この2チーム見てるの楽しみなんですね、うん、どっちかなみたいなね。どっちかが関東2部に来るんだろうかてか、まあどっちかが消えるのか今日でみたいな。そうね。さあ南葛のスタンドがサポーターがね大きな声で応援し始めています。前半まもなく40分になるところ、あ、縦パス入っていく壁さ、うん、おー、まあ、いいアイデアですよね。今福西さんは後ろに誰か来てるイメージがあったのかな。足上げてスルーでね、ボール、いや多分ちょっとトラップミスですかね。トラップがミスって、うん、あれピタッとはまってたらもうシュートまで行って多分ゴール入ったんじゃないですかっていう。そうですね、あのどうしたらディフェンダーももう前向かれちゃってましたから、ちょっと助かったっていう感じだったと思いますけど。おお、面白い、福西。おお、出した、壁下に出してきた。さあ、このブラジル人が一人でどこまで突破できるかなんですよね。壁下、縦。周りを使わないとまだダメなのかな。右、クロスボール。もう一回、相手に当たってスローインですね。いや、やっぱりこういうあの引いた相手に局面打開するんだったら、うんうん、やっぱ一人で突破できるドリブル、もしくは、ね、パワーがある選手の存在を出たいので。おー、よくクロスボール、閉じた。面白い、フィニッシュ、ワンツー、カベッサシュート。最後、砂岡選手ですね、背番号5番。砂岡、それだけ8人引いて守ってるんでね、最後あのペナルティーアークの外側から最終ラインの選手が最後はやっぱああやって打つしかないっていうね、もうロングレンジで打っていくっていう。密集崩しには今の福西さんみたいに自分の胸テラから突進していくか、うん、とにかくその本当工夫しないと、まあもう 1-0 ですから、南葛が1点どうやってこじ開けるんだろうっていう感じになってきますね。そうですね、そこが楽しみですね。そこが、まあ、後半に向けても全部そうですね、うん、あとはこのカウンターで失点しないことですから南葛は、うん、縦に行ってくる向こうサイド立ち上げ富岡安田、さあ動き出した。おお、そっちか、オフサイドですね、うん、一回ね、カベサとか富岡さん、今ウェーブの動きで一回ラインから下がってもう一回飛び出した方がよかったですけど、ちょっとまたあれもだからその、あのですね、呼吸というか連携のそのあうんなので、出してはもうここで出したいみたいな時に、あ、オフサイドラインにいるわみたいな感じで、あれとかもどかしい。タンカーが入ってきましたね。東北の選手倒れる回数多いですね。そうですね、これがね、戦術的なこう倒れる意味が接触ですか、今でも筋肉系なんですか。寒いじゃないですか、これ今日気温、うん、29番の選手ですね。かなり寒いですから、アスルクラロの沼津から来てますね。昨日もっと暖かかったですか。昨日暖かかったんですよ、ポカポカ陽気で暑いぐらいで、今日は 日が出てないから寒いから、選手も本当入念に
昨日清瀬内山に何チーム来たんですかね。全チーム来たね。いや16分の、12チームいました。すごいな。3面で午前午後なんで下と上に上2面ですか。はい、午前中3試合午後3試合なんで12チームです。あ、トーチタの選手は丸出してますね。大丈夫ですか今ピッチに入るとか。しかし本当に参謀長もタフですね。そうですね。いや今日ね朝すげえ眠かったんですよ。と思います。寝坊しそうになっちゃって。いや今回お声掛けしても、まあ、無理だろうなと思ってたのに来てくださって。お、引きた。惜しい。最後のトラップがね。いやまあそうですね、タイミングはもういいで良かったですけど、ね、そうですね、ちょっとキーパーに近すぎたから。さあ前半間もなく44分。今の引き田選手ダイレクトでシュート打ってくれたら超キャプテン翼っぽくてかっこよかったなみたいな。今それで声出ちゃったんですけど、今打ったらすごいっていうね。トラップしたらもう目の前にキーパーだったんでちょっと余裕なかったな。さあ立って入れる。安田選手が左サイドの、ね、前線でこう起点を作ろうとしています。まあ、今日この放送初めて見てる人もいるかもしれないので、はいはい、昨日と今日のちょっと違いみたいな中津、中津目線で言うと、クリス選手は明らかに昨日よりいいですね、いいですか、はい、非常にボールタッチ数も前に出てくる、回数も多いですし、昨日とは明らかに違いますね、昨日よりは本当にいいと思います。トーチタが今、南葛のペナルティエリアの外側に。トーチタの選手は4人しか上がってこないです。そうですね。そう、これでいいんですけどね。もうこうやって前半時間使うような感じですね。こう、なんか、でもしみじみと思いますけど、東京都リーグの一部の、はい、感謝の試合に元日本代表がいるというのはなかなかすごいですよね。すごいことですよ。本当に。すごい時代になりましたよ。関東リーグを本当に歴々の選手がこう、なんていうのか、らしいプレーを見せてくれます。5部リーグね、これから地域チャンピオンズリーグ始まるじゃないですか。あ、そうですね、5部リーグに、日本代表がいるのだって本当にすごいことなんだけど、7部リーグですから。そうですよね。日本もすごい国になってきたと僕は最近思いますよ、だってこの間前社行った時も、沖縄アイスファーを取材して、5部リーグじゃないですか、九州リーグ、高原さんがいるんですよ、すごいよね。もうすごいの、プレーも変わらないなみたいな、でもよく考えたらここゴブリーグだよなみたいな。なんかもう株買いって感じしないですよね。なんていろんな、まあキャリアがの最後の方に来て普通にプロとしてやってる。だってジュビロの黄金時代ですよ。99年2000年のあのね時代を作ったフニスさんが7部にいて、高原さんが5部にいるってすごい時代じゃないですか今。本当ね。もうそろそろ本当中田ひとつ、ね、ただの客室バンダでいるわけじゃないですか。そうそうそう、超主力なんですもん。だってだって高原さん本気でやってましたもんね。まあ、てか当たり前ですけど一番うまいし、前者でもインタビューされたじゃないですか。あのインタビューの内容も良かったでしょ。本気でサッカーに取り組んでるっていうのがもう言葉のもうあれどころかこう発熱してるみたいに出てきましたもんね。そういうこう J リーグをいやね、日本代表たくさん経験した選手がこの5部、6部、7部まで入っているということは、やっぱり新たな刺激と可能性を生んでいると思いますし、ピッチ上のサッカーだけじゃないところでもね、多分可能性が広がっていくなと思う。当然ピッチで今やってる、ね、11人同士輝かなきゃいけないですけど、そうですね、サッカーやってるだけじゃダメで、実は5部、6部、7部のクラブはどうしていけばいいのかみたいな、ね、ことはテーマですね、多分ね。まあ、アマチュアサッカーの今これ監視やってますけど、先週だっけ前者が終わってまして、はい、で素晴らしい試合で松江シティが優勝しました。よかったですね。本当にいい大会でしたね。あ、でこの後地域チャンピオンズリーグというアマチュアの最高峰のチャンピオンズリーグがあって、来週の今頃は、岐阜や松江や函
こだと思います。またずいぶん遠方で、はい、どうするんですか取材は。あ、行きますよ。行くの岐阜も松山行きますよ。すごい。一人札幌に行くことになります。あ、函館に一人行くことになります。あ、じゃあとりあえず前会場誰かが行くの。全然何度、はい。何がそこまでさせるんですか、修平さんと。そうですね、熱量がすごいですね。すごいね。あと終わってました。さあ、前半は、今45分の、ホイッスルが鳴ったところですね。勝手に実況隊がお送りする頑張れ南葛午後 TV& レディオは2018年11月4日赤羽スポーツの森公園競技場からお送りしております。関東社会人サッカー大会2回戦ですね。南葛 SC 対東方チタニウムは前半0対1で、東方チタニウムがリードして折り返しています。前半9分ですね、東方チタニウム背番号、2番、川崎正宏選手のゴールが決まっていますね。さあ、前半ちょっと軽くまとめるとどんな、はい、インプレッションでしょうかね。いや、東方チタニウムが、のペースで終始進み、いいサッカーというか、はい、まあ、1-0 で終わったというところも含めて、はい、なるほど。まあ、後半ね、どういうふうにまず同点にしないとね、南葛からすると、ね、もうあと1個2個工夫が必要かなと、普通にやってても多分もうこち開けられないだろうなというのは思いましたし、これがだからまあ選手一人一人のプレーを変えるのか、交代枠を使いながらなんかこうやり方変えるのかしないと、こちらの守備が崩れないだろうなと思います。そうですね。さあ、レンドのトーチタに対して、いろいろ個性と、ね、タレントの南葛、この後の後半 ね、どういう風にこじ開けるんでしょうか。一旦実況席の方は小休止してハーフタイムの途中また皆様の、おところに戻ってくる実況隊です。少しお休みください。ありがとうございます。入ります。大丈夫。東京23勝手に実況第3赤い丸南海新中サッカー南区ゼース C 東方チタニウムアットアカバネスのサポーターさんがメインスタンドに遊びに来てちょっと意気消沈しているね。南葛のサポーターさんにも勝つように来ましたね。カメラは多分パラゲルさん撮ってくれてると思いますね。解説しなきゃいけないと思うんですけど最初に喋った方はロベルト本郷です。ロベルトマイクそっちですからね最初に喋った方がロベルト本郷です。ロベルト本郷さん、はい、今走ってたのが姉子です。あ、本郷さんも いたんだそれは最初のキャップかぶって。なるほど。まあスタンドの皆さん1点取られたぐらいで意気消沈したらこの大会勝てませんよ頑張ってくださいね。さあ、ハーフタイムの途中なんですけれども今日は南葛とね、トーチタの試合をね2回戦をご覧いただきまして、はい、前半は0対1でトーチタがね、リードしているところなんですけどね。関東社会人のねトーナメント表ちょっとご覧いただきながら全体のね、1試合目あ1回戦目を、ね、行ったって、はい、パラゲルさんが今どっか行っちゃいましたね。トーナメント表映ります？映ってる？ちょっと汚い字なんですけど皆さん見れますかね？そんな感じで映る？はい、まあ、ちょっと分かりにくいんで細かいところはね何だろう実際の何だろう大会の、はい運営の方を見ると分かるんですけど、ちょっと明日の週明けイレブン見てください。あ、明日の週明け、了解了解。綺麗なトーナメント表でありがとうございます。週明けイレブンでトーナメント表出てるんですけど先ほどパッと書いたんですけど、まあ、こんな感じでまず南葛と与野州今回は南葛が上がりました。そして山梨の氷川クラブと東方チタニウムサッカー部ですね今日トーチタやってますが 0-7 でねトーチタがリードしています。
もう実は氷川クラブ結構応援してたんですけどね、あの関東リーグにやっぱ山梨のクラブがいないんで、ぜひ来てほしいなと思ってました。それから、鹿島爽やか FC 茨城県と、あと足利御厨ユナイテッド、これ足利御厨ユナイテッドがね PK 先制してね、はい、これちょっとあの、南葛の試合見てたんで見てないんですけど、でも爽やか相当強いチームだって聞いてましたけどね。そうですよね、まあいろんなことが起こると。初めて聞いたんだけど、足利御厨ユナイテッドってちょっと現地でみんなざわついてました、これ。そうです、御厨ユナイテッドってなんだろうみたいな。またあの面白いチーム名の ね謎を探すコーナーになっちゃいますね。さあそれ、どうぞ、ね、次が、南東側からやってた八王子フットボールクラブがなんと負けるっていうね。あ、本当だ、東京国際大学ね、TIU に、八王子もね、あのほとんどあの優勝争いの候補だと思ってたんですけどね。元ベルディや町田にいた平本和樹とか、時は選手が加入した。あ、そうなんですか。当然カントリーグに上げるために加入して1回戦で負けましたっていうのは、難しいねサッカーってのはね。それから、FC 笠フォルトゥナ大山と、栃木県ですね。それから東京海上フットボールクラブはこれ笠、が勝ちましたね、2対1。品川 CC 横浜対、大成シティ坂戸は、3対1で品川 CC 横浜が勝っています。品川 CC 横浜もね、相当サポーターさんがいて、ヤギのいっぱいいましたね、盛り上がってるみたいでね。 T シャツとトーマフ配りまくってて、びっくりしちゃって、あの配るってプレゼントね、入場あの応援エリアに来た人、太っ腹ですごいね。はい、私ももらいました。したじゃあ、あれですね、今度 の週明けのプレゼントは CC の T シャツですかね。あと今日ここで午後の試合、品川 CC 対フォルトナですよね。あ、この後そうなんですか。2試合目がそうですよね、ここ赤スポで。なるほど、品川 CC にあの東京20選手の元選手ですね。品川のサポーターさん座ってますもん。あ、そうですか。青いサポーター、まあそれもね、熱戦です、ね、試合も盛り上がりましたし、サポーターも盛り上がりました、あのこの大成シティにのサポーターがいたし、あ、いいですね、こういうチームがどんどん関東上がってきてね。昨日私もちょっとツイッターにも書いてたんですけど、どのチームにもサポーターが応援するのが、どのチームにもいて、すごいね、すごい時代に入ったなって。7部ですだんだんイングランドみたいに日本がなっていきますね。さあそして、ザスパックサツチャレンジャーズと AC アルマレッツァイルマはね、1-1 で PK 戦、ザスパックサツチャレンジャーズが、勝ち進んでいます。もうザスパックサツチャレンジャーズもね、あの感謝はもう常連さんですよ ね、なかなかここから上に行かなくてね、行けなくて皆さんもがいてる状況。それから千葉教員サッカークラブとクリアソン新宿はクリアソンが 1-4 で勝っていますね。さあ今日もこの残った勝ち残った8チームがさらにサバイバルな試合、このベスト8が今日の午前と午後で、東京都あの多摩市の南豊川フィールドで2試合で、この北区赤羽のスポーツの森で午前午後で2試合ずつやって、勝ったチームが来週の、17日土曜日、そうですね、西ヶ丘、いいな、西ヶ丘まで行きたいな。あの今日南葛が勝利すれば西ヶ丘も、配信する予定になってるんですが、南葛が勝てないとなくなってしまいますので、頑張ってください南葛ということでね。この赤メンバー、足利御厨対東京インターナショナルユニバーシティに勝った方が、この南葛大津田の勝者ということですね。そうですね、この2チームも TIU もいいチームですよ、本練度の高い選手が揃っていて。さあ間もなく後半の45分がスタートいたしますね。一旦ラジオの方をかけ直します。東京23勝手に実況隊さん赤い丸ライブ配信中サッカー。さあ勝手に実況隊が大きいし、頑張りなかった。総合キリアンドレイディオ201811月4日赤羽スポーツの森公園競技場からお送りしております。動画 URL を見せ URL、南葛 FC 対東方チタニウム、前半0対1で、東方チタニウムがリードしてですね折り返しています。ハーフタイムが終わりまして、両チームがピッチに上がってきて今エンジンを、組んでいるところですね。今日は実況 MC ブラジル36、そして実況席ゲストは、錦糸町フットボールギーグン、そして、週明けイレブンでおなじみのね、ホットな参謀長にお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。中盤にハーフタイムって後半ですね、運命を決める後半
残り45分、この1年間がこの45分で決まるという、なんという残酷さ。来週の西ヶ丘に、ね、行くのどちらだっていう。さあ後半がスタートしました。エンド変わりましたね。左側にエンドを構えます紫のユニフォームが、東方チタニウム、そして右側にエンドを構える白のユニフォームが南葛 SC です。さあ赤羽もね結構涼しくなってきてね、ちょっとね雨がポツポツね、小さい粒の雨が降ってきていますね。今日はスタンドにいらっしゃる方も皆さんコートをね、ベンチコートを着ている方も多くてですね、もうだんだん冬の入り口に入ってきたなと。この時期の地域チャンピオンズリーグの予選函館ってどんな気温なんですかね。10度以下でしょ。結構寒いよね。あ、また通っちゃった。ヘラに入った、クロスボール小針選手、今左足のアウトサイドでおしゃれでした、ね、そうですね、右足で入れるかと思った意表を突かれましたね。さあ後半1分、閉じた、いいチャンスを作りましたね。そして南葛ですが、パッと見る限り選手交代ないな。さあ選手は同じです。そうですね。さあ引きた。ファーサイド、お、フリーだ。富岡隆シュート、左足、キーパーの前。デイビソンが縦、カベスタに抜けるようなプレーですね。ちょっと富岡選手がもう今左のハムストリングを痛めてるかもしれない、うん、あ、そうですか。スプリントができなかったですね。あ、本当に今デイビソン選手、裏に縦ば、裏にスルーパス入れたかったんですけど、走り出せなかったです、前の1個の最初、1個前にシュート打ったじゃないですか、はい、あれでもしかしたら痛めてピキッとしてやっちゃったのかなみたいな。オフサイド場所にもうすぐ今チャンスでしたけどね。そうですね、それも裏に走らなかった。カベッサ、トーチタのセンターバックのね、3番、はい、上田前シャンから移籍してきた、はい、またはシュートでした。コーナー、コーナーキック、時代選手、はい、もう身長差、カベッサをマークしてるんですけど、はい、身長差からいったらかなりあるし、うん、体格はちょっと近いですけど今のところ全部ちゃんと止めてます、ね、止めてますね。僕もさっきも思いました、すごい。あとセットプレー今上がってきましたよ、うん、決して身長が高いわけじゃないですけど、なんですかね、ラガーマンにいそうな体格っていうんですかねさあコーナーキックは閉じた。13番ファーサイド折り返すか、おーコーナーキックもう1本ですね。今度向こうサイドに変わりました。さあキッカー2番ですね、川崎選手、先制点を決めた選手です。下のセットプレー面白いなと思って見てるんですけど、背の高い14番の選手が1人残ってる。本当だでもさっきの3番の竹谷選手が中で潰れてくっていう、こう面白いな、役割があるんでしょうね。面白いですね。これもちゃんと練習してますからね、うん、今なんか常識を打ち破ってくれますね。なんかこうやって背が低い選手ってこう、うん、センターサークルに一人残ってさ、はい、カウンター遅らせる要因みたいなね。背高い選手がみんなペナルティーの中に入ってくるんですけど、逆でした。さあ東方チタニウム、ちょっともう富岡選手もボール追えないですね今みたいな。怪我ですかね。ストップアンドゴーがなかなかできないけど、でも変えないですね、うん。フォワードは交代すると目黒選手かな。もうちょっとやらせるのかな、うん、でもあの東方チタニウムも、まあ、企業チームですけど、あの関東リーグ2部にあの日立ビルシステムっていうね、はいはい、企業のサッカー部のチームがあって、あのチームもすごいいいチームで、はい、仮に東チタが上がってきても関東リーグ面白そうですね。そうですね、おー、おー
クリスさんらしいプレーがちょっと今出ました、ね、往年のあ、そしてイエローカードが出ましたね。出ますか。いや記念すべき。うわすごい。クリスさんにイエローカードが出ましたね。今の見ました。後半の5分だってスタンドの人も軽く笑ってますもんね。いいもの見たらみたいな感じで、あのカズがカズダンスをやってくれるような感じでしょうかね。まあ、ちゃんとレフェリーだって見てますからね、はい、別にあの今のファウルでしたよ、確かに、まあ、確かにね、確かにファウルですね、イエロー出ますよ、それは。最後なんかやったボール、さあ、タッタッタ、横断するボール、富岡南葛としてはなんとかカベッサのところにいい彼がいいシュートを打てるような状況でボール出したいんでしょうね。まあ、うん、そうですね。逆にほぼシュートゼロじゃないですか、今のところ前半を通して、はい、カベッサ、うん、囲まれちゃってますし、そうですね、孤立してるなっていうか、あの味方の選手の距離も離れちゃってて、そうクリスさんごめんなさい、富岡選手でした、ね、今引田選手が前線に入ってきてますね。そうですね、うん、彼がとにかくどんどん右に左に縦に 動かなきゃいけないっていう感じなんですけど、南葛が右からクロスボール、いいボールだ、しかし待ってるな、中に通って福西クロスボール、いいクロスボール、富岡打てる、いいコンビネーションでした ね、これを続けるのがいいですね。今一番の真ん中のフィニッシュさんを取る、はい、右のカベッサに振る、うん、ほぼダイレクトプレーで、はい、ファーの富岡さんに振る、はい、ヘディングで落とすっていうのが、はい、形、はい、いいじゃないですか、はい、ああいうのは、はい、いいね、今日一じゃないですか。そうですね、フィニッシュ、カベッサ、富岡、引田に今日一のプレーですよね、これはこの 連続のパスからの右に左に振ってっていう、うん、しかしあの僕もあのカントリーグの実況を遊ばせてこうやらせてもらえるのと5年になるんですけど、まさか自分が福西っていうのをこう実況中に言うことになると思わなかったな、ね、あシュート打てる安田、ここの最後の一工夫をどうするかですね。あ落ち着いてるね、合、ねうん、えばいいだけなんですよパスが、うん、パスがその出し取って受けてのタイミングが合えばもう全部ゴールシュートまでいけるんですけど、そこが合わないっていうだけなんでね、今ね。いや逆に統治さんの守り方っていう意味でも、うん、じゃあ中盤のパスの出してものすごいプレッシャーかけてるわけじゃないから出せるんですよね、スルーパスでも裏でも受け手の方にこうね、間合いが合わねえな、下げます、うん、ちょっとお前下向きにしたい、はい、すいません、さあ、トーチタイム向こうされた、おー、これも縦一本、富岡、富岡胸トラップ相手2枚、富岡3枚、下がる、安田中に入る、うん、さあもう一回左から攻めますね、砂岡、安田がボールを中にいる、福西福井ですよ、カベッサ、福西に戻るか、カベッサ、いや本当に、うん、プレッシャーがかかってない、そうした選手のプレッシャーがかかってないところでのトラップのミスとかパスのミスとかがちょっと南葛には目立っててもったいないなと、やっぱりあのトリーグではね本当無双の壁差でしたからね、うん、強いチームはいっぱいあるんだなっていうことですよね。まだまだ、うん、これは結構厳しいファウルですデイビソン選手がね後ろからこう体をうまく当ててボールを取ったように見えたんですけど審判は吹いていますね。
スタンドからは集中集中。やっぱ南葛 SC がこれからね、はい、まあ、地域リーグに上がり JFL や J3 って目指すとしてもですね、うん、最初の試練がこの試合なわけですよ。そうですね、うん、リーグはまあ勝てるようになった、そこはいいと、うん、未知との遭遇とか分かる。ここからはそうなんですよ。あの東京23も都リーグ4部から始めて、そうですね、まあ、都1で結構、まあ、もともと大変でしたけど、関東上がったけど、本当にそこから先すごい大変ですもんね。まだ対戦したことないよう、ね、な、うん、優れたチームは、うん、他県、ね、他の都道府県にいっぱいあるんでね、そういうの全部なぎ倒していかなきゃ掴み取れないですからね。そうですね、ファーサイド折り返すか、21番折り返した、そのボールを取った南葛大きくクリア。本当2018年のこの半年7ヶ月のシーズンをやってきた南葛の選手たちにとってね、試されますよ ね、 そうですね、この後半の最後40分間ぐらい自分たちがやってきたものを本当に全部出し切らないと、そうですね、これは簡単に勝てる相手じゃないですよっていう。引いた、逃げちゃいな、クロスフォー、まあ、あのやろうとしていることはいいことなんですけど、ね、うん、あとちょっとですねっていうね。そうですね、パスの精度とタイミングっていうんですか、南葛2人変えますね。あ、本当だ、ごめんなさい、今13番の選手、23番の選手が外に待っていますね。13番レオジーニョ、そして23番は東大輝です。勝負ブラですね、3人目リオブランコアトレティコから来てるんですね、レオジーニは。よくあのレオジーニは後半から入ってきて、こうなんていうの、試合の流れをこう変えるような役割をしているのを聞きますね。そしたら福西さんを変えるのかもしれないです。でも昨日はちょっと後半に変わったんですけど、今日は別に変えない方がいいかなってちょっと見てて思って、うん、大して疲れてもないと思う。あの背番号23の東大輝選手は元23なんですね。あ、そうですか、うん、あのボンズから23に来てで23番の背番号という。あ、なるほど、はい、いいですね。で中盤のどっちかというとハーフの動きでこうドリブルで前に突っかかっていくのが、そう、安田選手と変えるのかな。レジーニ選手も中盤じゃないですか。そうですね、あ、福西さん変えますね。あ、福西さんが、東大輝さんですね。で人選手交代しちゃうんだ。さあ福西選手、昨日よりはこう やった感があるのかな、ちょっと笑顔が見えますね。まあ、記念品のイエローカードももらいましたしね記念品ね、そうですね。さあ、この選手交代でね、どんなチームの価格変更を起こそうとしているのか、南葛、まあ、まず1点取らなきゃいけないです、うん、これ、この大会のレギュション即 PK 戦なので、 PK です、はい、そうですね、延長戦がないので、うん、あと何分、30分ぐらいですよね。え、今後半の14分になるところですね。選手交代枠は3人ですか、ね、5人ですね。5人ですか、はい、じゃあどんどんやっぱり控え選手、普段のリーグ戦から出てる選手だっているわけじゃないですか、トリーグでね、うん、だからもっともっと連動精度上げれるんじゃないですか、ね、そうですね。レオジーニョ選手、左引田選手のところに入りましたね。あ、本当だ、左のウィングに入ってます、ね、うん、東は東大輝ボランチの位置だったですね、うん、そうですね、中盤の外ぐらい。さあ現在0対1、リードしているのは東邦北リーグですね。追いかけるのは南葛 SC。 縦カベッサ、カベッサ、カベッサリフティングで持っていくか、東大輝、東中に入ってワンツーもらうか、カベッサ、うーん、まあでもいい守備ですよ、スネアとしたいい守備ですね。カベッサに縦パス入ってくるだろうって読んでますからね。非常に賢いチームですね。あと昨日の1回戦、同じ清瀬宇宙丸でやってたんで、この南葛も当然ね、当然スカウティングビデオを撮ってますしね、そうですね、昨日のやり方見てますからね。さあデイビスさんがいいサイドチェンジ、おー、いやこれね、やっぱ
こういう電車の時も思いましたし、こういう感謝もそうだけど、毎日やるトーナメントだから、昨日やった試合のスカウティングを見ながらすぐ対策打つっていうのが壊れちゃうので、手の内ね、見せすぎるとね逆に良くないし、だからこの控え選手をどう使うかっていうのは、こう毎日連戦しなきゃいけないトーナメントって監督たちっていっぱい考えてるんですよね。そうですね、それを腰出せって感じたんで。おお、ネオジーニョ、うおすごい。その投手からすれば、後半からレオジーニョが入ってきた時にどういう修正を守備でするかみたいなことはね、どの程度昨日の今日で準備できてるのかなっていう、ここ多分鍵になるかなと思います。多分あのレオジーニョ選手、トリーグでまだ全然見たことないんで今日初めて見るんですけど、もう匂いは感じますから、ね、分かります。なんかデニューソンっぽいなみたいな、ブラジル代表のやっぱり左のウイングっていう感じがするなみたいな、彼からどんどん突破を仕掛けてくれるんだろう。逆にカベッサはもうペナルティの中で待ってるぐらいの感じにするんじゃないかな。本当はカベッサが、ね、前半からこうサイドに張って、そこから、ドリブルで仕掛けようみたいな感じにしてましたけど、なかなか作れなかったけど、この時間結構広くなんていうのかな、ピッチを使うなんかそうですね。それで東大輝いい位置だし、今のも本当ノープレッシャーなんで、あのパスミスをとにかくしてると自分たちのリズムが作れないから、ああいうそのね、つまらないミスはとにかく減らすしかないので、南葛 FC も今年全社にあと一歩っていうところまで予選でね、あ、そうですか、関東予選ね、そう、琉球大に、琉球大 FC に負けちゃっていけなかったんですけど、やっぱり出たらすごかったですね。でもね、トリーグ一部のチームとしてもしも全社に出てたらね、でもそうやって見ると、なんていうの、やっぱり全社ってすごい大会ですよね。はい、強いチームしかいなかったですね。いや、関東2部のチームが出ても多分勝てないと思います、前者の32チームはすげえですやっぱ。ああ、いい、さあレオジーニョ、レオみんながレオって呼んでる。面白かったですね、今周りの4人の選手が一斉にレオレオって呼ぶ。あっと滑った、誰かな、この赤スポのこの人工芝が滑りやすいんですよ、これ実はこの。なるほど、スパイクが合ってないのかもしれないですけど、松田さんだったらあれだろうね、カフェッサが滑ったとかって言われたら、ね、余計なね、伝わりにくいギャグを言いますけどね、松田はね。最近こう、ね、語彙に苦労してるところが時々見えてね、面白い。マツメラス松田さんという方が週明けイレブンという番組にね、面白いこう MC にいて、つい余計なことを言ってね、三宝ちゃんとのこう雰囲気がこう変わるところが面白い。あ、そうです、そうです。さあ富岡大学一回左に右に開いて中に出てきた東大輝、キックフェイントで中を見る安田、おー、フリー、これは見事、わざとだったら素晴らしい。見てたのがすごいですけど、今のはミスった気がするんですよ。ミスったら後ろに行ったってしたらスペースに走り込んでたっていう感じかなみたいな。まあ連動ですね、奇跡が生んだんですか、デイビスさん。東北さんにもまだ選手変えてないですよね。そうですね、言われてみると、なんかこうずっと戦況を見つめてるなと思って、東北さんのベンチの人たちはそろそろ変えるのかな。さあここまで来させる。ペナルティエリアの中、富岡大吾がここにかける。やっぱり投手からするとまだやられてないので、やられた感がないんですよ、あ、本当にもうちょっと連携が崩さ、ね、そうです、チームが守備戦術がちょっとやられ始めたっていうのがないので、慌てて選手を入れてない感じなんですね。投手的にはここまでは完璧だよね。そうですね、危なかったのはさっきの福西、カデッサ、はい、富岡大吾のヘディングの落とし、あれはやばかったです、ね、そうですね、あれは完全にもうみんな足が止まってましたから、投手たち。それ以外はほぼ、じゃあ左、問題はこの選手です、レオジーニョ、縦、カベッサを走らせる、ああ面白い、東大輝中入った、そう、カベッサはね、こうやって4人に囲まれて
東選手はもっと早いタイミングで自分出してほしかった。東で最後安田シュート、まあ、やや強引ですね。なんとか打開したいとい こう安田選手の気持ちはね、よく今のシュートに入っています。その一個手前の東選手、うん、出してほしかったんですよ、先に、うんうん、自分が走り込もうと思ってたから。でも、やっぱ壁さん、うん、2秒持ちすぎたの。その間にやっぱり4人に囲まれて、いや、苦し紛れに浮かしたパス。トーチタ10番の選手がアウト、8番の選手がいいですね。10番は宇都宮選手がアウト、代わりに入ったのは志村選手ですね。志村選手はベテランズ31歳ですね。中盤もうこれは試合をこうまとめ上げ、あ、もうクロージングとか締めていく方なんですかね。そうですね、あそこの、うん、運動量問われるところだったので、先発の鶴見選手は十分、うん、十分やったっていうことじゃないですか、ね、もう疲れさんというか。カベッサ、安田、センターバック東大輝、縦、右から行きますね。ファールですね、東へのファールか、うん、早い。デビッソン、一回ボールを止めろということですね。さあ、現在0対1ですね。東方チタニウムが1点、前半9分にリードして、今1点を追いかける南葛 SC ですね。2018年11月4日、赤羽スポーツの森公園競技場からお送りします。関東社会人サッカー大会2回戦。赤羽は少しね、雨がね、粒、小さい雨粒で落ちてきています。東方チタニウムハンドを取りましたね。さあ、南葛が相手陣地のちょっとセンターですね、ゴール前までどのくらいだろう、40メートルぐらいかな。デビッソンが蹴るところにいましたね。いいですね、この、うん、南葛の東大大東選手は非常にキャプテンシーを感じますね。23番そうですね、元東京23 SC です。気持ちを感じますね、さっきから。さあ、回帰、今のはミスキックだろうな。デイビッドソンが今、うん、セットプレーのキッカーやろうとしたらいいから俺が蹴るからお前中行けってセレって感じ、うん、なんかこうあってね、交代で途中から入ってきてね、本当ゲームの中にも自分がすぐ入っていくっていう感じ、ね、うん、東大輝選手は成立学園出身なんでね、この辺の地元ですね。あ、もうじゃあ地元じゃないですか、うん、このね。あー、ファーサイド面白い。おレオジーニュのヘディングでしたね。さあ、後半間もなく23分ですね。まあ、東選手23番のね、はい、クミさんと同じポジションに入ってね、クミ、うん、さんとの違いは、うん、声を出す。あ、声、コーチングは明らかに、しゃべってますね。ディフェンスラインと前線の選手に対してのこう、うん、声をかけてるっていう意味で、東大輝こうやって、おう、あ、ボール出すのも早いですね、うん、おう、今は東北の選手にファール、8番の選手ですね、イエローカー。ちょっとね、都リーグ1部 のリーグ戦の情報が僕は今日持ってないんですけど、はいはい、おそらくこの選手が加入する前はこの東選手は、うん、スタメンで中心だったんじゃないですか。あのね、結構出てました。だから結構このゲームメイクも含めて、うん、中心選手だからこそああやって、ね、ピッチに入ってあれだけの声をかけて、うん、さあ、スタンドから南葛 SC ファーサイド、あ、面白い、うん、キーパーしっかりよく飛べますね、キーパーいいですね。内藤選手ね、福島ユナイテッドにいるんですね。そっか、内藤選手って32歳経験豊富ですね。色みんな経験してる選手集まってるんですね、東方さんにも、うん、もう選手たちもね、この秋が終わるとまた新しいチームもね、あの編成始まりますんでね、うん、皆さんこう席替えがあったりしとか、東方チタニウム、スローインですね。スローは11番、ボールをユニフォームで拭いてますので、やっぱりちょっとピッチ上水気が出てきてるんでしょうね。小雨降ってますね。降ってますね。
刺さってるすごい。さあデイビッソンがボールを持って運ぶ、さあそれをカウンター、そのままタッチライン外ですね。さあ現在、南葛対東方チタニウム0対1で1点を追いかけるのが南葛、リードしているのは東方チタニウムですね。前半9分とした川崎正弘選手のゴールが決まって、それ以降はね、お互いこう、まあどういうんだろうな、守備がしっかりしてて攻めあぐねてるっていう感じなんでしょう。シュートチャンスも今のところほとんどはい、ないんでね。東方チタニウムも多分シュート後半、0と1かぐらいじゃないですか。そうですね、まあ前半から変わらずリードしているので、とにかく無理に攻めに行ってないですし、ちゃんとまずちゃんと守ってるっていう感じ、さあここはチャンス、東対比、東ちょっと猫背でドリブルするのが彼の特徴、縦に入れるか、まあ、うまく使ったね。クロスボー、ファサルはこれ面白い、シュート、左サイドから富岡大吾のねヘディングでしたね。キックの質、今のクロス、はい、質、はい、高かったですね。良かったですね。巻いてくるような左足で切り札って感じますね、左のリングに入ってくるブラジル人って切り札だなって今のプレーが思ってますね。あ、これも面白い、冷たいですよね。だから東大輝、ジーニョもっと使うべきですよね。さあレオジーニョ開いて中、東大輝へのボール、そこでミスも本当に辛い。あ、安田へのボールでした、失礼いたしました。最終ラインおお、これもラッキー、これは東大輝、確かに東大輝よくボール触ってますね。彼は多分リーグ戦では多分中心の選手じゃないですか。あ、もう今のうまくボールをみんな彼を見てますから。そうですね、パスも出しても受けてもみんな東選手を見て動き出してますからね。なんとかね1点入れてね、南葛もね、いやこれはスタート位置戻したいですね。入れないと終わっちゃいますから。来てるよ、ヘナから離す、相手に当たって、トーチタもサポーターさんとか応援団がいますね。品川か CC 横浜の人たちがトーチタを応援してます。同じ神奈川ってことなんですかね。神奈川の同志として、なるほど、ちょっと前者的ですね。あの水色のユニフォームが配られた CC、 品川出身の横浜、東京対神奈川の対決ですか、ね、あ、なるほど、神奈川の人は神奈川を応援したくないんじゃないですか。どっちがこの関東圏の勢力のね、東京 VS 神奈川、ね、そうですね、東京と神奈川が関東リーグを引っ張ってると思いますね。そうですね。あー面白い、これ止めるのか、体ごろか、さあ後半間もなく29分ですね。あっという間ですね。0対1、リードしているのは東方チタニウム。まあ東チタは2点目決めればこの試合はもうそれで終わりにできるんですけど、この1-0の状況でね、守りきる自信があるのかどうかを今ちょっと見たいんですけど、まあ今日暑くもないんで足が止まるような感じもないんで、そうですね、よっぽどのアクシデントがなければ失点しないぞっていう感じなんで、だからやっぱり南葛はもっと東京23勝手に実況第3赤い丸ライブ配信中、サッカーデビソンはね、あーずの会議、安田レオジーニョ、レオ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 、中を見せるんですよね、受け手がいなかった。あんまりレオレオ言ってると、あの週明けのスタッフのレオさんを思い出しちゃいますね。レオレオレオさあスローインは東北ですね。東北の陣地深いところなんで、これは南葛チャンスですね。ちょっと雨で濡れて滑ってますね、ボールがね。スローインもしづらそう。
東大輝すごいんです。東選手は、はい、東京23から来てるんですけど、23の前はどこだったんですか。ボンズ市原ですね。ボンズの前はどこですか。はい、大学でしたね。あ、大卒からの関東リーグ、関東リーグ、そして都リーグ。はい、確かに記憶に成立から大学。おお、すごい、カベッサ出た、カベッサ、おお、まあ、でもあのパワーがあるんですけどね、やっぱり4人囲まれますからね、最後に。あと、カベッサ痛めましたね、左に。あ、足つってる、右足か。東大輝逆サイド折り返すか、ヘディング、カベッサシュートチャンスのちょっとでしたね。富岡、お、どっちだ、富岡選手。あ、富岡選手にファウルが出ましたね。ちょっとレートタックル気味に入った、うん。後半31分、もう31分、そうです、あと15分あるぞとスタンドの声ね。あと15分で運命が決まっちゃうと思うと、本当ですよ、もうちょっと続いてほしい、せめてもう1点入れて PK 戦とかね。そうですよね。でもあの第三者的には好きな方で、好き方でいけるからいいね。まあね、まあそうなんですよね。でも南葛に勝ってほしいと思ってる人、ね、今赤スポにもいっぱい来てます。そうですね、ヒヤヒヤドキドキで、うん、感謝でも勝ち抜くのも大変なんですよね、本当ね。昨日の清瀬内間で12チーム、うん、6試合見ましたけど、はい、まあ、どこも強かったですよ。そうですよね、勝ったチームも、南葛よりも強いなっていうチームいくつもありましたから、うん、昨日見てて。サッカーってすごい難しいのは、選手だったけ集めてもやっぱり強いチームにならないんですよね。名前じゃ勝てない時代に入ってます、トップですから、うん、名前じゃ勝てないです、本当に。連動というか総合力、背番号、トーチタですね、選手交代、背番号18番がアウトですね。西尾選手ですか。和田直樹選手がアウトで、西尾、これなんていうもんだろうな、太いに生まれるっていうか、大勢選手っていうのかな、ベルスパ大分から来てる。下の名前読めませんが、はい、ベルスパから、JFL のベルスパ大分から。そうですね、22歳、若いですね。この時間帯にこういう若い選手が入ってきて、多分ちょっと足早いでしょうから。そうですね、うん、切り札というか、とどめを刺しに入れたんですかね。そうですね、あの髪の毛が 金色、和田選手ですよね、交代戦18番の和田選手がアウトですね。そうです、和田選手33歳だったんですね。あ、本当だ、ベテランですね、神奈川大学南葛。カベッサ、カベッサがフリーでボール、おお、レオジーニョ使う、おお、インサイドに立ってる、かっこいい、時は祐介選手です、ウェイタジェンシャン。ちょっと今のタックルかっこいいですね。北信越、北信越リーグ。それそうです。シュッと打てるか。チャンスですよ。安田。チャンスですけど。今ボールはどっちだ。おお。なかなかシュートチャンスを作らせてもらえない。デイビソンが。交代で入ったこの前、はい、選手、はい、前からどんどんチェイシングして。うん、シュート、うん、この南葛のね、23番の、はい、東大輝選手がこう中盤のアンカーでどんどんゲーム作ろうとしてますから、うん、逆に前線のそのフォワードのね、はい、西尾選手はそこから潰していくっていうか、ボールをチェイシングしていく、プレスをかけていくっていうのは、あとは取ったらカウンターなんで、多分彼は足が速いでしょうね、うん、裏に抜け出そうっていう。じゃあパスの供給源を断つと。そうですね、うん、ただ引いて、8人が引いて守りじゃなくて前のプレスをかけたい、うん、追いかけますよ、こ中心がどんどんしてきますよ。さあデイビーさんが向こうサイドに、うん、パスの出し手はそんなに余裕が、時間の余裕がない状態です、うん、カベッサ、うん、戻す、もうなんかさ、デビッソン1本1本のパスの精度を上げていかないと、アズマ大輝シュインサイド、あ、チャンスにならないです、うん、砂岡、アズマ大輝縦、あ、いい、カベッサ
壁、うわすげえ壁さ、また3番だ、増えた人種、ね、あそこはもう今日割とパーフェクトですよ。そうですね、時矢選手は安田カベッサ対カベッサっていう意味ではパーフェクトに止めてますよ。おーいいね、デビスさんちょっとエンジンかかってきましたね。富岡大吾胸トラップで落とす感じ、カベッサを反転してこれがあるんでね彼は。そうですね、ちょっと南米系のこう迫力を持ったシュートでしたね、うん、あそこからあのパワーのあるシュートが打てるんでね、うんうん、キーパーが反応できないですからね、パワーがあるシュートですね。そうですね、スピードが速くて。さあ前半間もなく37分、南葛の攻撃にちょっと迫力が出てきましたね。栃田は本当に冷静さを保っているというか、フォームがこうピッチ全体にこう大きく広がるような印象に見えますね、はい、そして中に出てきたスペース、デビッソンが入ってきた、デビッソンシュートミドル、デビッソンがあそこまで上がってミドルシュートを打つことでなんとか遠下のこうディフェンスラインをね、ディフェンスをこう崩したいというかね、前に引きずり出したいとか、ね、そうですね、ちょっと離したいというかね、密集してるんでね、そうですね、あのここの位置から打ってくるぞってなれば、うん、ポジション選手がね寄せてきたらまたそこに裏にスペースが生まれるみたいなっていう狙いと、うん、多分もう打って終わらないとぐらいの感じで、多分苦し紛れじゃないですけど、うん、もう安田ボールを持つ前に必ず首を振りますね。残り時間が少ないからデビッド選手も分かってるんでちょっと焦ってるのかもしれません。そうですね、うん、外から入ってくる中、おー、まだ、おー、これはどっちがファウル取ったか、あ、むしろシミュレーションですね、ライブですね、近藤大輔選手のイエローカードが出てますね。南葛のベンチの方は怒ってますね、それ。怒ってる。さあ、そして南葛 SC が選手交代ですね。背番号14番アウト、17番がですね、14番島村直也選手がアウト、代わりに入ってきたのが増子秀人選手ですね。マスコ選手は、お勤め先が警視庁ですね。マジですか確かすごい、全所属チームが警視庁というすごい、捕まえるのはうまいですねちょうどあの先ほど入った東地の27番の西尾選手のところにこう入ってますんで、西尾選手を逮捕する役割かもしれませんね、うんうんうん、この前 の、 あの西日本の、ね、脱獄者みたいに、ね、逃げ切れるといいですね、本当ね、西尾選手ねさあ得点は0対1、トチタがリードしていますね。トチタしっかり時間を使ってなるべく自陣から遠いところにボールを動かしています。さあ南葛のこの試合は本当試練ですね。まず1点を取らないと。さあ西尾が来た、落ちた向こうサイドのタッチラインを割っています。さあデイビッソンから安田、もう一回デイビッソンだ、デイビッソンがボールを競るところで西尾選手とこうぶつかった感じでしょうかね。南葛はとにかく早くゲームを進めたい、そうしたらとにかくゆっくりやりたい、うん、さあ、後半41分への、時計が進んでいます。現在0対1、南葛0、東地対1ですね。ファーサイド
おお、落としたヘディング、キーパーがしっかりキャッチ、こばりのまま行くと、うん、翼対ヒューガはヒューガの勝ちになります。ヒューガの勝ち。あと5分ですか。そうですね。おお、すごい。東大輝が相手の足を蹴ったっていう感じでしょうかね。カードは出なくてよかった。さあ、トーチタとしては追加点を狙えるいい場所に、ボールがセットされています。フリーキックですね。この間にも時間が刻々と経っていきます。南葛はまだ1枠ぐらい残って3人何人だろう。3人はもう変わってると思います。あと2人、レオジーニョ、3人です。東、まあ、そうですね、ごめんなさい、3人ですね。まだあと2人交代してます。はい、できますね。おお、いい、なかなか左足、はい、いいですね。2番、今日の先制ゴールを決めた、あ、川崎選手、フロンターレユースの、すごいな、彼だけが20歳ですから、やっぱ割と平均年齢高い選手ですから、あの東北さんに、彼だけは若い。東大輝、縦、富岡大吾が競る。ああ、いいですね、安田。こういう時ほど落ち着かないとね。おお、面白い。レオジーニョのところ、レオ、レオ、レオがボールを取った。安田、左足、こちらに当たってスローインですね。北間に落としてました、近藤。あ、失礼、砂岡でしたね。ここで東大輝。壁下の向こうか、富岡を狙ったプレーですが、ゴールキーパーがしっかりキャッチしています。キーパーは内藤智康選手ですね。あ、そしてこれはこういったいいチャンスです。うん、すげえ。ちょっと油断しましたね、今ね、まさか来るとは。じゃあデイビスン、ここまで上がったクロスボール、このセカンドボール入れたい。東大輝、東一旦落とした、なんか入れられますよ、このファーサイドクロスボール、もう一回入れますよ。ちょっと左に、うん、5番の選手が左に張ってるんでね、そっち使ってあげたいんですけども、いない。トーチタの、はい、背番号でユニークだなと思ったのは、11番つけてる選手が右のサイドバックなんですよ。右サイドバック。2番つけてる選手が攻撃的な右のハーフっていうね、面白い。アマチュアサッカー。逆ですよね。そうです。サイドバックが2番でね、攻撃的なのが11番ですけど、ね。あれ、タケルだっけ？ゴールキーパーが。ゴールキーパー9番。9番、でもよかったです。さあ、カベッサ、前を向いた、前を向いた。さあ、ここからです。レオジーニョ、彼は何をするか。うわー、トーキックみたいな感じで、ちょっともらかに。さあ、スペースありますよ、後ろ。西尾、いや、出した方が良かったのにな。時間使っ、コーナーフラッグの方行こうとしたのかね。いや、あの、だから西尾選手が裏に抜け出せたんでね、ちょっと使った方が良かったかな。あ、面白い、カメッサ、カメッサ、カメッサ、すーしー、迫力あるな、あの体格で突っ込んでくるとやっぱ嫌だな、俺もうゴリゴリゴリ押しって感じですからね、もう。あ、パンチ、これ面白い。パスをつなぐサッカーじゃなくて、あの、放り込んでカベッサがペナルティに突っ込んでくる方が怖いかもしれないですよ。アウト、出ました。前者だと後半10分ぐらいでこういうのよくありますよね。ありますね。そうね。どちら3番、時は選手ですね。あの、今日は壁下潰しでもうやりきった選手ですかね。足をちょっと伸ばして、2人交代、1人交代、16番、ね、16番と5番、久保選手がアウトですね。あ、16番がアウトの23番が23ですね。久保選手さん、
川崎選手が入るんですね、はい、東京国際大学、東京国際、さあ、さあ、時計は今45分を過ぎてこれから46分になるところです。もうアディショナルタイムですね。あと、あじゃあ5分出ました。あ、そうですか、まだ5分になりますか。5分あれば1点は取れますけどね、うん、もうこうなってくると放り込んで壁、中壁さ壁さ待ってるんじゃないですか。なんかもうそうですか、多分めちゃくちゃしてくると思うんですよね。綺麗に崩すとか、そんなこと言ってる時間じゃねえよってなってくるの、うん、昔のサッカーでいうと選手ごとゴールに入ってもう突っ込めみたいな、ね、り込んでくるんじゃないですか。もうデビッドさんのね、3番のダビッドさんも体は本当でかいし、上げた、合わせる相手がいっぱいいるんで、キーパー、うん、だからもうトイジさんのキーパーもね、本当に分かってる、勇気がいりますよ。やだね、自分が出て飛び出してキャッチングするかどうかも、ね、これから 4,5 分間この大木さんキーパーも試されますからね。もうほとんどあのサッカーじゃなくてプロレスとかそんな感じですよね、はい、さあ南葛が最終ライン、今東大輝ですね、浮かして長いボールを蹴ってきた安田、東西尾が結構いい追いかけをしてますね。さあそしてレオジーニョ、あー、ミスター、おヒールで残した。さあ22歳、はい、キープできれば、キープできれば、おお、あ、これは抜けた、おお、まだボールキープしてる東大輝、出てないですよ、どこだ、あ、春かな、春ですね。さあ、時計は今48分になるところですね。はい、どうするのかな、向こうサイド入れるんですね、入れますね、食べさが拾いに行く、ターゲットにならなければいい、安田、デビッソン、おー、いいボールだ、レオジーニョ、入れます、ね、クロスボール早く入れてきた、カベッサ、さあキーパー、おお、キーパー時間違いますよ、ね、安田が今ね外でオーバーヘッドでね、うん、タイミングを見てたんですけれども、ね、そのままタッチを終わります。さあ投じた選手交代ですね。背番号2番がアウト、6番がいい、今日の唯一に1点を決めた川崎選手、川崎選手ね、はい、川崎フロンターレユース出身の川崎選手、ね、覚えました、これで思いやすい、代わりに入ったのは羽生一郎選手ですね、関東学院大学、年齢が35歳ということですので本当に経験がさらに豊富な選手が入ってきていますね。まあ、あとはまあ PK 戦対策っていうのを考えなきゃいけないんでね、一応ベテランを入れておこうっていう感じと、まあ、守りきるぞっていうレオジーニョ、オフサイド、ああいう左のねハーフに張ってる選手がアシスタントレフリー反対側にいるわけじゃないですか、だから自分が一番オフサイドかどうか分かる位置なんですよ、一番外側にいるんだから、顔が見えてるね、自分が出てることを一番分かってるんだから、そこでオフサイド 取られちゃダメだろうっていうため息が、うん、赤スポの今ため息だったんで、なるほど、深いサッカーを知っている、よく知ってる、自分が今ね、レオジーニョは今自分がオフサイドだと分かって見えてたのに、まあこの西ヶ丘周辺はある意味サッカーの聖地ですからね、サッカー詳しい人山ほどいますからね。でもね、これブラジル国内だったらね、うん、バス歩けますよ、ね、レオジーニョ、あんなんでオフサイド取られるなっつって富岡日本人は優しいからため息ですけど、ため息すごいブラジル物飛んでくるから、ね、あれはもう怒られますよ、うん、まあ、一番外側にオフサイド取られるんじゃないみたいな、なんて言ってて、あと1分もないんじゃないですか、そうですよ、もう50分ですね、どうするんですか、2018年の南葛でし、運命が、あとこのあとワンプレー、ツープレーじゃないですかね、いやー、カベッサ
ここで長い笛が鳴りました。終わりましたか。南葛の選手がピッチに倒れていますね。3人が仰向けになって倒れている。栃田の選手がみんなこう充実したような感じで。デイビッドソンが起き上がれませんね。そうですね、デイビッドソンよく走ってましたね今日ね。膝から崩れるっていうのはこういうことを言うんだなっていうぐらい崩れ落ちましたね、うん、デイビッドソンね。まあ栃田の選手はね、喜びあまり全員ぶっ倒れましたけど、なんか死闘だったんだなっていうことを、ね、そうですね、物語を恋しすぎですね。いや前者ですね、感謝はね、大変な大会ですね。これで終わりましたわね、2018年のね。そうですね、戦いね。まあ、スタンドに本当満員のお客さんが来てまして、今この試合を目撃しています。だったということをこう、はい、スタンドの人たちの拍手の多さとか。そうですね、この喜怒哀楽に表せないこういろんな感情がねありますけれどもね。さあ南葛の選手たち、白いユニフォームの選手たちも今スタンドの前に立っています。そして東北の選手はね、チームメートとねベンチにいたチームメートで今喜びを分かち合ってるよね。いやでも、もう1、2試合見たかったですけどね、南葛このメンバーね。いや小針さんとかね、ミスさんとかね、そうですね、もう何試合か見たかったんですけど、本当に終わりですから、これで。いろんな感情が、ね、はい、今沸き起こっているこの赤羽スポーツの森競技場ですけれども、南葛 SC の、まあ、大きな挑戦がね、2018年の挑戦が今この瞬間に。アジア選手泣いてるんじゃないですか、今ユニフォームでパワーパワーしてますけど。終わって今ピリオドが打たれたところですね。いや泣いてますね。いやサッカーと本当なんとこう残酷なスポーツなんでしょうね。トーナメントとはそういうことなんです。そうですね、前者でもありました、この光景は。ありましたね。結局あれだけ前者32チームでしたっけ、はい、1チームですもんね、はい、本当に。特にベスト4まで残んなければ、うん、ダメなクラブがいっぱい入ったのでね、今年はね、チャンピオンズリーグに出れないって、ね、2回戦で負けた人もみんな泣き崩れてましたから、うん、皆先生、まあ、そういうもんですよ。そうですね、まあ、今年も勝負の厳しさを味わった、今日の配信になったかと思います。さあ、番組エンディングの方に参りましょう。ご覧いただきました本日の試合ですね、トータルスコア、0対1で勝利したのは東邦チタニウムでしたね。試合振り返りますと、前半の9分、東チタの背番号2番川崎選手のゴールが決まりましたね。あの中でね、本当にうまい受け方をして半身でそのままシュートまで持っていった、見事な、いいターンといいシュートでした、はい、見応えのあるゴールでしたね。その後は、まあ、なかなかお互いこう調子を消して、シュートチャンスも少ない中、後半最後の10分ぐらいかな、南葛 SC がパワープレーをかけてですね、外迫力のある、ね、攻撃も見れたんですけど、最後の最後のシュートが打つチャンスがなかったということで、トータルスコア0対1となっております。さあ、本日の試合をもってですね、東京23 FC の、隣町、応援配信動画ということで南葛の、試合をお伝えしてきましたが、残念ながらね、準決勝まではちょっとたどり着けなかったので、今年の南葛の応援配信はここでおしまいとなります。今日は、錦糸町フットボール義勇軍、そして週明けイレブンでおなじみのね、大人三坊主にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
またね、あの来週の週明けの中でのね、一つのこうエピソードとして ね、はい、今日の試合がなんかこうサッカーファンの人たちにね、何かを伝えられたらいいかなと思っております。中学イレブンでもあの決勝までは取材を続けるので、関東社会人の特集として放送したいと思います、はいはい、なるほど。 あんまり無理してね、あの体壊さないようにしてくださいね、はい、気をつけます。あとスタッフの皆さんにもね、くれぐれもね、よろしくお伝えくださいね、はい、皆さん本当休み休みやそう、たまには休まないとねという感じです。いやそうですね、いいですか、はい、ありがとうございました。さあ、そう、番組クロージングですね、お送りしてきました頑張れ南葛 GoGoTV& レイジでも終わりの時間です、ビデオカメラのオペレット撮影ネット配信は、パルガレさんがやってくれました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。そして実況 MC とツイキャスラジオのオペレットはブラジル36が担当してまいりました。ありがとうございました。で本日のゲストオットナ参謀長もあの下の方にね、今取材に行かれましたので、あのどうもありがとうございました。さあ皆さん、あの長らくのご視聴ありがとうございました、感謝。この後また続きます、関東リーグに上がるのはどのチームなのか、ぜひ皆さんこの後もご期待ください。それではさようなら、ありがとうございました。